はい、こんにちは。レクセン2講師の矢島です。本日は平成30年度の司法試験の出題主の分析会の方を、ね、やらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。でレジュメ、まず最初に、ね、今2つのものがあるということで、先講師オリジナルレジュメの方を、ね、ちょっと、使っていこうと思うんですけれども、1ページ目のところを見てください。今日のです、ね、目的なんですけど、約120分 で, です、ね、これから必修7科目の、ね、趣旨の、特に時期の、ね、試験にこう役に立ちそうなところをちょっとピックアップして、ね、説明していこうと思ってます。で大体1科目17分ぐらいなんですよ。多少科目によってちょっと調整しようと思ってるんですけどね、結構短い時間でそこをやっていきます。で2つ目のブロックのところなんですけども、出題の主旨にですね、私の方で下線を、ね、つけたり、ちょっとよくしっかり注意して読んでいてもらいたいところ、下線つけたり太字にしたりですとかね、あとその中角張った括弧で中つけたりとか、文字を補っているのはこれは私の方でやっているもので、法務省の方にはありませんのでね、それはちょっと気をつけて、おいてください。あと知識、試験に、ね、必要な知識、ちょっとこちらのレジュメ引用してるんですけど、これは私の矢島の促進インプット講座の方の、ね、テキストから抜粋してますね。であとこの私の名前の下のところなんですけど、このあと、ね、いつかちょっとまだ確定してないんですけど、採点実感、試験考査員の方が、ね、その採点実感というのを出すんですけど、それが出たらまた、ね、3週間以内ぐらいの日曜日にちょっとこういう分析会やろうと思ってるんですね。で採点実感の方は趣旨の方と違って、具体的に答案でどういうところがいいのかとか悪いのかって、結構具体的に試験委員の方が指摘してくれてるんでね、そちらの方ではその答案の書き方なんかをこう中心にやって、で今回は取材にしたらどっちかというとこう論点ね、勉強日頃のこうインプットに関係するようなその論点のこう、ね、説明が、されてますので、ちょっと法律的な話を、ね、今日中心にやっていくという感じでやっていきますので、よろしくお願いします。じゃあまず、憲法のところですね。先、2ページのところから憲法の出題の趣旨なんですけれども、今回ね、平成30年度大きく試験の、ね、傾向が変わりました。でそれが最初の一段落目のところなんですけども、全国都道府県ではね、青少年の 健全育成を目的とした図書類の販売等に関する、規制がされてるんだと。で本門はそのような目的にとどまらずね、一般市民がむやみにね、羞恥心などを覚えるような卑猥な画像などに触れることがないようにしてね、性風俗にかかる善良な市民の価値観を尊重するという観点も合わせて、健全で文化的な環境を保持するという目的のためにね、趣旨の規制を行う架空の条例案が、出てくるんですよ。でその合憲性の検討を求めるものだと。でちょっと太字にしてるんですけど、このね、従来は、要は去年までの試験ね、平成29年度までの試験は、従来は訴訟の場面、要は憲法訴訟の場面で、それで当事者の主張ですね、原告がまずその法令とか処分を違憲というふうに主張する人がまずどういうことを言うのか、そして今度今度ね、被告の反論ということで、それを合憲とする人がどういうことを言うのかということをまず示して、でそこで争点を形成するんですね。でそれに対して自分がどう考えるのかという形で、三者の立場で書くという問題だったんですが、今年のこの30年の問題はちょっと違ってましてね、従来訴訟の場面を想定し、当事者の主張などにおいて、ね、憲法論を展開することを求める出題が通例だったんですけど、実務的には必ずしも訴訟の場面に限られずね、法令を立案する段階においてもね、というわけで法令立案段階を、ね、設定して、ね、そこで の憲法問題に答えていくということになっているので、三者の立場で答える必要がなくなったんですね。原告被告自分の見解というんじゃなくて、ね、条例の立案段階でその、ね、条例作る市の担当者から相談を受けた法律家である皆さんが、ね、じゃあその条例案の憲法問題どういうふうに考えるのかというような、ね、そういう問題になっているので、随分、ね、ここ の傾向変わってますよね。というわけで法令立案する段階においても法律家としての知見が必要であることから、そのような場面で憲法論をどのように活用展開するかを党出題としたということになっています。でそうすると結局従来の、ね、憲法訴訟は憲法訴訟で、それはやっぱり世の中憲法問題考えるにあたってはとても大事な場面なんで、それはそれで、ね、多分今後も出てくると思うんですよ。ただ一方でこういう憲法訴訟に限らず、ね、条例立案段階とか、場合によっては法律の立案段階というような場面でも、法律家の、ね、役割というのがこうあることですから、こういう形で出る可能性もあるんで、今後はやっぱこういう2系統の、ね、問題が出てくるようになるんじゃないかと思うんですよね。というわけで両方のこう傾向ありますけど、ただ対策として、ね、大事なのはやっぱりこう日頃から憲法の学習を、ね、しっかり判例を勉強して、ね、どういう形式であってもこ うまく答えられるようにするというのが大事ですので、そんなに慌てないでいいのかなというふうには思いますね。一応答案書いて、ね、形式には合わせて書けるようにしておいた方がいいですけど、やっぱこう 日頃の勉強をどうするかといったら、やっぱそれは普通に判例をしっかり勉強して、で学説を、ね、しっかり正確に重要な学説ですけど、そういうところを学んでいくような感じでやってもらえればと思うんですよね。でですね、この下のところですけども、
2段落目のところですね、法律家としての上限が求められているため具体的な 条例の、ね、文言を指摘しつつ当該規定で合憲と言えるかどうかを答えることが不可欠なんだと。で2行した太字のところ、公の発言にある通り、図書類を購入する立場とね、まあ、図書を、ね、規制する、そのわいせつな図書をちょっと規制するというものですけど、図書類を、その購入する立場と、販売等をする店舗の立場から憲法上の権利を検討するんだと。で、憲法21条の表現の自由に含まれる、まあ、私流自由ですね、まあ、そういう、ね、図書の販売等を規制されると一方でこう、ね、図書を受領する側の方の利益を制約することになりますので、まあ、そういうのは知る自由構成すると。で販売する側についてはこの、ね、次のところですけど憲法22条の、職業選択の自由に含まれる、ね、営業の自由という観点から、まあ、見ていくんだということになってますね。でまず、ね、一つ面白いのがこの次の、ブロックのところなんですけど憲法21条に関してはというところを見てください。次の、ね、その下のところです。まず知る自由が憲法21条1項により保障されていることを言及してね、で購入や貸与を受けることを制限される青少年についての、その自由の制約になるかを論ずることになろうと。でこれね従来の司法試験の出題者採点実感でずっと言われてきてるんですけども、あのいきなりね意見審査基準に飛びつくっていうのはダメなんですよね。まず、まあ、法令や処分がね、どんな利益をこう制約してるのかどうかっていうこととその利益が憲法上保障されているのかどうかっていうこの2点がね、確定されてそれで初めてその制約がじゃあ憲法的に許されるのかってことでそれであの合憲審査の、ね話に入っていくんですよね。なので、まあ、意外とそこのところをすっ飛ばしていきなり審査基準を立て始めちゃうと、まあ、従来のね出題の人が採点実感でこう、ね、言われてることと違うことになっちゃうのでちゃんとそこのところはしっかり、ね、指摘するようにしてほしいんですよね。法令や処分が、どんな利益を制約してるのかそしてそういう利益は、ね、憲法上保障されてるのかどうかこの2点ね、まあ、順番前後するときありますけどいずれにしろこの2点が確定されてその制約が憲法上許されるのかって形でそれであの審査基準とかの、ね話になってきます。ただ本件は、ね、ちょっとあの文面無効ですね。いわゆるその実態的な意見審査も問題になるんですけどその前にそもそもその規制の文言だけを見てちょっと例えば漠然不明確あるいは不明あの、まあ、漠然不明確ですね、まあ、ゆえにと文面上無効になっちゃうんじゃないかという問題が出てきてるんですよ。それが最初のところなんですけども今のブロックの3行目ですね。で制約となるとした場合ね、まず明確性の原則との関係では規制図書類の定義が適切かどうか、でこれが文言なんですけどねこれちょっとこう規制の文言としてちょっとねあまりに不明確で特にこれ表現の自由絡みなんで表現の自由を萎縮させちゃうからね、まあ、当然文面上無効になっちゃうんじゃないかって話なんですよね。衣服の全部または一部をつけないものの卑猥な死体でこの後ことさらってあるでしょ。これ丸つけとくといいですね。これね判例知ってるかどうかっていうところなんですけど徳島市公安条例事件判決がねこれちょっと着目してる文言なんですよ。それをちょっとこう入れてきてますね。ことさらねこれ判例の勉強どんだけできてるかっていうのを試してると思います。ここねことさらに性的感情を刺激するとの文言が曖昧不明確でないか。でこれあの知識の方でね徳島市公安条例事件ちょっとつけてきたんで後でご紹介します。このことさらっていうのは一つねあの判例のね、キーワードになりますね。まあ、ことさらに性的感情を刺激するとの文言が曖昧不明確でないかということがね検討必要になると。で一般に明確性の原則は不明確な法文がね表現者の表現行為に対し萎縮効果を持つことを問題にするものであるが本文における条例による規制においてはね表現物の流通過程に位置する、販売者をね、萎縮させ、まあ、それに伴って青少年の知る自由を制約することになるんじゃないかというところから、ね、検討してくれと。でこれねあのちょっと1回5ページの縦2のところを見てもらえますかね。ちょっと徳島市の、公安条例事件の判決をご紹介しましょう。ことさらっていうのが出てくるんですよ。なんでこれおそらくやっぱここのね徳島市のこの判例意識した問題になってるんだと思うんですけども、5ページ見てください。縦2のとこですね。縦1のとこあのさっき言った通りあのちょっと取材の形式が今年からちょっと今年のはちょっと変わってますよって話で縦2のところねこれが徳島市の話ですが最初の矢印のとこです。まあ、これは私のね促進人講座から抜き出してますけど、刑罰法令が不明確だと予測可能性がなくね個人の活動が萎縮するため、まあ、財刑法定主義の派生原理としてね、刑罰法令には明確性が要求され明確性のない規制立法はね、まあ、漠然不明確より文面上無効になるんだと。だから一時あの意見審査基準ね例えばあの目的手段審査とかあのそういうことをやるまでもなくもう立法事実とね、こう、照らし合わせて合理的かどうかってことをもう判断するまでもなく文面上当然に無効になるっていうそういう理屈なんですよね。で、そういうの明確性の原則って言います。そして、表現行為に対する規制立法が漠然不明確だとね表現の自由に対する萎縮効果をもたらすというところで、まあ、表現の自由の、ね、重要性に鑑みて、まあ、本来刑罰法令に関するそのね原理なんですけどこれを表現の自由を規制する立法の方にもですね応用してあの使うことができるというふうにあの一般的には返されてるんですよね。で本件の場合は、まあ、刑罰法令であるとともにその
知る自由、まあ、表現の自由と同じようにね、憲法21条1項で保障されている知る自由を制約するという点で、この萎縮効果というところに着目してね、21条の問題として明確性の原則を論ずることができます。でそれが求められてましたね、出題の趣旨によりますとね。で肝心なね、その中身の方なんですけど、この次のブロックを見てください。こちら徳島市の、ね、公安条例事件なんですけど、条例が定める集団、自由運動の、ね、遵守事項とされている、これが規制文言なんですけど、交通の秩序を維持することという文言ね、これがちょっとこの集団自由運動を規制する、まあね、文言、刑罰法令を課すような文言としてはもう不明確でね、当然文面上無効じゃない、無効になるんじゃないかというのが問題になりました。というわけでね、交通の秩序を維持することとの文言が刑罰法規の明確性に反し憲法31条に違反するかが争われました。まあ、刑罰法令なんでね、在京法定主義の観点から31条の問題にされています。で最高裁はある刑罰法規が曖昧不明確ゆえに憲法31条に違反すると認めるべきかどうかは通常の判断能力を有する、ね、一般人の理解において具体的場合と、にですね、当該行為がその適用を受けるかどうか、あの判断可能な、ね、基準が読み取れるかどうかによって決めるんだと、これ判断枠組みになります。でその後当てはめのところなんですけど、ここでことさらっていうのが出てきます。本条例3条が集団行進等を行おうとする者がね、集団行進等の秩序を保ち、公共の安寧を、ね、保持するために守らなければいけない事項の一つとして、で3号にこのまず文言に来ますね、交通秩序を維持することってなってますよね、を掲げているのは道路における集団行動等が一般的に秩序を正しく、ね、平穏に行われる場合に、これに随伴する交通秩序の程度を超えた、でこれ、ね、ことさらこれ丸つけておくといいでしょうね。このね、文言は交通秩序を維持することなんだけど、ちょっとこれだとあまりにも不明確なんで、一回ことさらっていうのをやるんですよ。ことさらな交通秩序のこのね、阻害をもたらすような、まあ、行為を阻止すべきことを命じているものと解されるんだということで、一回この規制文言をちょっと限定して解釈してあげるわけ。確かにその文言の通りそのままやっちゃうと規制が広すぎちゃうからね、一回その、この交通秩序を維持することっていうですね、この規制文言をことさら交通秩序の阻害をもたらすような行為ね、まあ、こういうのをまあ規制してるんだというふうに一回限定解釈するんですよ。でこういうふうに限定解釈されたこの内容が一般人の、ね、理解を基準にちゃんとそのどういうことが規制されてるのかっていうのが読み取れるかどうかということをまあ見ていくんですけど、それがこの次のところになりますね。通常の判断能力を要する一般人がね、具体的場合において事故がしようとしている行為が右条項による禁止に、ね、触れるものであるかどうかを判断するにあたっては、でこれね、例えばってことで、まあ、例示を出してますけど、蛇行進、渦巻き行進、座り込み、道路いっぱいを占拠する、いわゆるフランスデモなどの行為が、これがで、まあ、またさっきのところ戻ります、ことさらな交通秩序の阻害をもたらすような行為に当たるという、ね、ことが容易に、まあ、一般人が判断できるんだということを言ってますね。だからまず規制の文言に着目して、ちょっとこう不明確な規制の文言に着目して、一回限定解釈するんですよ。それはことさらこういったものを言うんだって、ちょっと限定して解釈します。じゃあ、今度、そのことさら、ね、こういうに限定して解釈したものが、その内容を一般人が読み取れるかどうかっていうんだけど、まあ、こうやって例示をして、まあ、読み取れるじゃないかということでね、それで明確性の原則に反さないって、そういう理屈なんですよ、この徳島市の事件っていうのはね。で今回の司法試験のやつはね、これちょっと問題文の冊子があるんで、こちら見てください。ちょっとその条例の文言を見てみましょう。まさにこんな感じ、徳島市のね、このことさらっていうところをむしろ丁寧に先に条文に入れてくれてるんですよ。こちらの徳島市の事件はまず裁判所の方でね、ことさらっていうふうに限定解釈してるんですけど、こちらのね、条例は優しくて、最初から文言の中にことさら、曖昧な文言に、ね、加えてね、カッコ書きでことさらって言葉入れてくれてるんで、あとは一般人の基準で、じゃあそのことさらね、禁止されてるこの行為っていうのがどんなものなのかっていうのが読み取れるかどうかってことをやっていくと、ちょうど徳島市公安条例事件判決を踏まえた論述ができるようになってますね。憲法の問題文のですね、その条文のところは資料がね、今年のやつはね、こう別添資料で5ページ、この問題冊子のレジュメで言いますと5ページなんですけど、まあ、別添資料というところで7条を見てください。これが明確性が問題となる条文なんですけど、7条、次の各号に掲げるものを撮影した画像を描写した、まあ、図画で、ほら、これ、カッコ書きで、徳島市の事件はこのカッコ書きがないんですよ、条文に。これ裁判所がやってるんです。このことさらってまず限定解釈して、で限定解釈した後のその文言をね、じゃあ一般人基準にどんなことが規制されてるのか読み取れるかで、本件は例えばこういうものなんだけど、まあそういうものは読み取れるだろうってことで、それで明確性の原則には反しないってやってるんですけど、その限定解釈の部分をね、先に条文の中に入れてくれてるんですよね。というわけで、かっことさらに性的感情を刺激する画像または図画に書けると、でその例、具体的な号としてはこの下ね、まあ、かっこ1のところで性交または性交類似行為、あとかっこ2衣服の全部または一部を透けないものの卑猥な死体で、これを
本来徳島市の事件だったら、ことさらにね、こういったものの1号括弧1括弧2の中でもことさら性的感情を刺激する画像を図画に限るっていうのを裁判所の方がやってるんですけど、最初から条文に入れてくれてるんですね、ここのところがね。なのであとは皆さんの作業としては、じゃあこのことさら、ね、こうやって、その条文が限定されて、おりますけど、じゃあこのことさらっていう形で限定されたその規制文言が一般事基準にじゃあどういうものが規制されてるのか読み取れるのかどうかってところを判断すると、ちょうど判例踏まえた論述になってきますね。でちょうど今問題文を開けてくれたついでなんで、4ページ、この問題文の冊子の4ページの一番下のところに説問があるんですけれども、判例踏まえて論じろってなってんだよね、この30年の問題からね、明確に判例踏まえて論じなさいっていうことがこう問題文に出てくるようになったんですよ。説問、あなたがこの相談を受けた法律がこうであるとした場合、本条例案の憲法上の問題点についてどのような意見を述べるか。でこれ適当に皆さんがね作文しちゃダメで、本条例案のどの部分がいかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを明確にした上で、でほら参考とすべき判例や想定される反論を踏まえて論じないといけないのね。なので、今回のその今の条例7条の明確性の話で言えば、やっぱその徳島市の公安条例事件の、ところになるんですよね。そんな感じでね、判例の学習というのは特にやっぱこう大事に今後なってくるのかなと。今までの趣旨とかね、実感なんかを見てると、やっぱ判例をやっぱ踏まえて論じろってことはずっと言われていたんですよ。でただ説問にこう明確にね、判例踏まえて論じなさいっていうのはなかったんだけど、30年の問題からは出るようになりましたね。じゃこれなんか急にここの部分の傾向が変わったのかっていうと、必ず私もそうでなくて、やっぱこう過去の自然史とか採点実感見てるとね、やっぱ判例を踏まえて論じろってことは散々言われてたんでね。例えば前回の平成29年の問題であれば、外国人の、人権一つ問題になりましたけど、やっぱマクリン事件判決を踏まえて論じなさいとかね、散々その過去の趣旨実感の方でも判例の重要性のことが指摘されてましたのでね、特にこう、今までと違うことをやらせようとしてるっていうわけではなくてね、ちゃんと日頃から判例の勉強を正確にやっていけば、そんなに慌てることはないという感じなのかと思いますね。だけど判例ちゃんと、しっかりと勉強をしておいてもらえればと思いますね。あとはですね、出題の趣また戻りまして、2ページのところですね、こちらの、私のオリジナルレジュメ、講師オリジナルレジュメの方の、2ページのところです、ちょっと今後のためになるものとしてね、ちょっとこの文面向こうね、明確性の話はちょっともう終わりにしまして、じゃあ実態的な審査の話をちょっとお話ししていきましょう。2ページのところの、先ほどの、2個目の大きな、ブロックの2段落目のさらにっていう段落見てください。さらに明確性の原則に反しないとしてもね、思考方法の順番としては、その権利の制約が認められたらね、まずは文面向こうの審査が問題になるときは文面向こうの話していきますね。でそれで文面向こうを反しないということになったら、今度は実態的な審査していくんですけど、ここは違憲審査基準を立ててやるところになります。法令の違憲を審査をするときね、でそこの部分なんですけど、明確性の原則に反しないとしても、かかる制約の合憲性判断についていかなる審査基準によって審査することが妥当かを論ずる必要があると。でその際、本件の、その有害図書の規制立法が内容規制なのか、それとも内容中立規制なのかと考えるという観点から議論することも考えられるし、ここは審査基準にどう影響するか分かります。内容規制と内容中立規制で、裁判所っていうのは人権救済機関ですので、やはりこう人権を制約する立法がされたときは本当にそういう制約が憲法的に許されるのかどうかということを見ていくんですけれども、その制約されている人権が、例えば二重の基準の観点からすごく大事な人権でありますとか、あるいはその規制の対応ですね、一般的にはその内容規制と内容中立規制、どっちが制約が厳しいかというと、内容規制というのはどんな時ところを選ぼうと一切できない、その規制が、されてしまうと一切そういうこの人権の行使ができなくなってしまうという点で、内容中立規制と比べるとかなりこう制約対応は厳しいんですよ。そうすると、人権救済機関であります裁判所は本当にそんな憲法上の権利をそんな厳しい対応で制約することが本当に憲法上許されるのかどうかということをかなり厳しい、基準で見ていかなければいけないわけなんですね。ですのでこういう内容中立規制なのか内容規制なのかというところは、審査基準の、その厳格度のところに結構大きく影響する要素だと、いうふうに言われてますけれども、そういうところちゃんと分かってるのかどうかと、でそれを聞いてるというところになると思いますね。これをちゃんとその答案の方に書いていかないといけないということになります。でそれから、次の、内容中立規制という観点から議論することも考えられるし、規制の対象となる図書類が性的な表現を含むものであることから、その表現の価値を考慮するかどうかというところね、政治的な同じ、表現の自由でも政治的な言論
とね、それと人の名誉を毀損するような、まあ、表現、人を侮辱するような、まあ、表現、いや性的な表現とではその権利の擁護性が違うんじゃないかというあの発想もあるんですよ。でそういった時にその権利の擁護性の違いというのがじゃあその審査基準の厳格度にまあどう影響するかというふうに言ったら、やっぱり裁判所というのは人権救済機関ですからね、やっぱりその制約されているその法令や処分によって、まあ、制約されている人権の擁護性が高ければ高いほど本当にそんな制約が憲法的に許されるのかどうかということをやっぱ厳しく、まあ、判断していくわけなんですよ。なのでそういった意味でこういう性的な表現というのがね、政治的言論の自由と比べてちょっと擁護性が低いんだってことになると、そこもやっぱ審査基準の厳格度のところにまあ影響してくる、ね、要素になってくるんだ、多分そういう趣旨で書いてるんだと思います。こういうところはあの別に何かこれ新しい話じゃなくてね、まあ、ずっと憲法ってあのそういうもんだから、あの司法試験、今の司法試験平成18年から始まってますけど、まあ、ずっとねそんなところを書くあの事例を書いてね、分かってるかどうかってことを延々とまあ聞いてるというだけなんですよね。それから、この、ね、岐阜県の青少年保護育成条例事件なんですけど、この続きのところですね、あるいは情報の受け手が青少年であることの効力が働くかどうか、岐阜県青少年保護育成条例事件の、ね、補足意見といった観点を意識して、議論することもまあ考えられるんだということを言ってますね。まあ、別にこれ全部書かなくてもいいんだけど、まあ、何かの、ね、視点を、こう示して、それで審査基準を、ね、設定する、具体的にこの事案に適切な審査基準をまあ設定して合憲審査をするということが求められていたんだと思います。でその今の岐阜県の話はちょっと大事なんで、ちょっと6ページを見てください。このレジュメのね、その伊藤正美裁判官の今のね、その岐阜県の事件の補足意見を載せておきました。これがあの今後の試験に大きくあの役に立つあの発想だと思いますね。まあそのね、こちらもやっぱり同じくそのね、わいせつな図書のね、その販売規制の、まあ、事案だったんですけれども、特に青少年の知る自由を規制するっていうそのね、観点から合憲性考えるときに、ちょっとこう青少年の知る自由、要は青少年がそのわいせつ図書に関して、その情報を受領する権利っていうのはそれほど擁護性が高くないから、成人に、ね、対する規制と比べてそんなに厳しい基準が使えないんじゃないか、基準を緩めるべきなんじゃないかっていう発想を伊藤正美裁判官ここで示されてるんですよね。これはある意味そのまあ、人によってね、いろいろ憲法の考え方って違うんですけど、その制約が問題となっている人権とその対立利益っていうのがまあ出てくるんですよ。その制約を正当化しようとする対立利益っていうのが出てくるんですけど、その対立利益がですね、その制約されているね、その人権の合憲審査をするときにその審査基準の厳格度に影響するかどうかで、まあ、学者の先生の中には対立利益は一切基準立てるところでは見ないというあの先生もあのいらっしゃいます。でこれはこれでそういう考え方もあるのであのいいんですよ。だけど少なくとも日本の最高裁はそういう発想を取ってませんね。ですので、まあ、そこのところは分かっておいてください。基準立てるときに対立利益を見ちゃいけないんだということを言ってる先生もいます。で確かにそういう考え方もあるんですよ。それは別に間違ってるわけではありません。でも少なくとも日本の最高裁はそういう発想は取ってなくてね、例えばあの政治活動の自由の規制が、合憲性が問題になったらサルフツ事件なんですけど、あれ結構緩やかな、ね、合理的関連性の基準なんていうふうに言われる基準立ててやってますけど、その基準、そういう緩やかな基準立てる前提として対立利益でね、その公務のね、その中立性とかそれに対する国民の信頼とかなんか全体的な利益を持ち出して、それで、まあ、本来だったら厳しく審査されなければいけないようなね、その公務員の政治活動の自由、まあ、公務員かどうかっていうのはちょっと置いといてして、まあ、政治活動の自由というね、本来だったら非常に厳しい基準で審査されなければいけないようなものについてかなり緩やかな基準立ててるんですよ。というわけで、まあ、その対立利益が審査基準にこう、ね、厳格度どう影響するか見ちゃいけないという人もいるんだけど、それはそれで間違いじゃありません。ですが日本の最高裁は少なくともそういう発想を取ってなくて、対立利益をです、ね、審査基準立てるところで結構見てます。でそんな感じでちょっとこの青少年の、ね、こちら伊藤正美裁判官見てみましょう。青少年も知る自由を共有し、青少年は、ね、その人格の形成期であるだけに偏りのない知識や情報に広く接することによって、ね、精神的成長を遂げているということで、まず知る自由の保障の必要性は高いということを言ってるんですよ。まずね、そうするとじゃあその制約立法は非常に厳しい基準でいかなければいけないんじゃないかというふうに思いますよね。ただこの後見ていきましょう。知る自由の保障は、提供される知識や情報を自ら選別し、そのうちから自らの人格形成に資するものを取得していく能力が前提とされているんだと。で青少年は一般的に見て精神的に未熟であって、その選別能力十分に有しておらずね、その受ける知識や情報の影響を受けることが大きい。で、成人と同等の知る自由を保障される前提を欠く。したがって青少年の持つ知る自由は一定の制約を受けね、その制約を通じ青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があると。これ対立利益になります。青少年の知る自由を、ね、制約することを正当化できるその対立利益ですね。青少年保護
護ですね、一言で言ったらね、青少年保護というのがその青少年の知る自由を制約する対立利益になってきますね。したがってその自由の憲法的保障という角度から見るときは、その保障の程度が成人の場合に比較して低いと言わざるを得ない。ある表現が受け手として青少年に向けられる場合は、成人に対する表現の規制の場合のように、その制約の合憲憲法適合性について厳格な基準は適用されないものと解するのが相当。そうであれば、一般に優越する地位を持つ表現の自由を制約する法令について違憲かどうかを判断する基準とされる、その表現につき明白かつね現在の危険が存在しない限り制約を許されないとか、これ政治的言論とかのね、特にこう、犯罪を扇動するような、まあ、政治絡みでね、何かこう犯罪を扇動するような表現内容規制の時にね、アメリカの判例法理で用いられている、まあ、審査基準で、明白かつ現在の危険の基準というふうにまあ言われているものですけど、そういう基準、これすごく厳しい基準と言われています。あの内容がすごく厳しいんでね、まあ、厳しい基準と言われてますけど、そういう基準とか、あとより制限的でない他の選びる手段が存在するときはね、制約が違憲になるというね、これ LRA の基準で、これもあの二重の基準でいうと、その上の方の基準なので、まあ、厳しい基準というふうに言われてますけど、そういうものはね、そのまま適用されないんだと。表現に対する事前の規制は原則として許されないとか、規制を受ける表現の、ね、範囲が明確でなければいけないという違憲判断の基準についても、こちら文面無効の話していると思うんですけど、成人の場合とは異なりね、多少とも緩和した形で提供されるということで、まあ、青少年保護という観点から本来厳しい基準で、ね、こう審査されるべく知る自由がですね、こっちを緩やかに審査されるという、ね、ことをですね、認めている判例になりますね。でこの下、平成20年の採点時間にも同じようなことが書いてありました。まあ、今年の、ね、この30年の問題となんか20年の問題すごく似てるかなと思うんですけど、発想がね、20年の採点時間、18歳未満の、物の保護という立法目的によって、表現の自由の保障の程度や範囲が成人の場合と異なってどの程度緩和されるのかという検討が必要なんだと。で今回の30年の問題もそうだったんですよ、ここのところね。まあそんな感じなんですと。でこういうところで権利の擁護性とかね、その対立意義、青少年保護という観点から、まあちょっと基準が変わってくるのかどうかね、そういうところをまあ考えることも可能だった、まあ問題だということになりますね。あとついでにこのレジュメ開けてる次に7ページのところなんですけど、あの今回の30年の問題って、ほら判例踏まえて論じないといけないじゃないですか。であのもう一つね、あの営業の自由の制約が問題となるわけですよ。そのね、規制、その本を売れないってことになっちゃうと、まあ、わいせつな本を売れないってことになっちゃうと、それ売ってお金稼いでる、まあ、人のね営業の自由が制約されますので、そちらの方の審査基準の方も考えなければいけないんですけど、判例踏まえてやった場合はやっぱこのね7ページのね、あのところにちょっと載せておきましたけど、まあ下から見た方がいいですかね。一番下のブロック、厳格な合理性の基準、これあの薬事法、あの消極目的規制の時にね、この合憲審査基準立てた、まあ、薬事法型の、ね、厳格な合理性の基準、あとそのすぐ上のところですけど、下から2つ目の、ブロック、明白の原則、こちらの積極目的規制の時のね、まあ、営業の自由の、制約立法の合憲審査を、まあ、するようなものなんですけど、まあ、こういったものをちょっと意識してね、こう論じていかないといけないのかなって感じはしますね。まあ、というわけでこれね、薬事法事件と小売市場事件です。でこれやっぱ趣旨に書かれてました。あのこの判例やっぱ意識してほしいんだと。3ページ見てください。3ページのところのですね、2つブロック、あのちょっと間ね分かれてるところ、真ん中より少し上のところで、あのちょっと1行開けてあるんですけど、その下のブロックの方ですね、憲法22条に関してはっていう、あの段落見てください。憲法22条に関してはっていう段落でね、営業の自由が憲法上の権利であること、本件規制が営業の自由の制約に該当することをね言及して、で営業の自由の制約としてどのような審査基準が妥当かね、それを議論してほしいんだと。で次の段落のところで、今のね2つの判例出てますね、薬事法の事件と小売市場事件出てます。青少年の健全育成という目的と、一般市民がまあ、むやみに卑猥な画像などに触れないようにするという目的をどのように捉えね、制約される権利の性質や制約の程度との関係で、どのような審査基準を設定するのかを議論する必要があるってことね。ほらこの権利の性質とかさ、制約の程度ちょっと太字にしときましたけど、これって審査基準の厳格度をね、あの分ける大きなやっぱり要素なんですよ、重大な要素なんだね。さっき言った通りね、憲法っていうのは、裁判所っていうのはね、人権救済機関なわけですから、そのもう制約されている人権が大事であれば大事だろうと、そしてその制約対応が厳しければ厳しいほど、本当にそんな制約が憲法的に許されるのかってことをやっぱ慎重に判断するようになりますので、こういうね権利のまあ性質とか規制対応っていうのは、まあ非常にねその審査基準の設定に大きくあの影響するところであります。でさらにその規制目的ね、まあ経済の自由だと、まあ積極目的とか消極目的っていうのがありまして、まあ今ある意味それって対立利益だと思うんですよね。営業の自由の制約を正当化するものがその規制の目的でありますので、ある意味対立利益みたいなものですけど、まあそういったものがその審査基準の設定に影響するのかどうかっていうところが一つ問題になります。で
まあ、対立すべき見ちゃいけないという見解からしたら、やっぱそこは あまり考慮しない方向になるんでしょうし、まあ、そこを見て、まあ、やってもいいんだということになると、まあ、そこをうまく、ね、規制対応とか権利の性質とこう絡めて、まあ、審査基準を設定していくことになってきますね。まあ、なんか最近は単純に、ね、規制目的二分論を厳格に貫くんじゃなくて、まあ、従来だったら二分論を厳格に貫いて消極目的規制の時は、ね、営業の自由に関して、まあ、消極目的規制の時だったら厳格の合理性の基準で、積極目的規制の時だったら、まあその、ね、特にまあ立法裁量を特に尊重して、まあ、本当に緩やかな基準ということで明白の原則みたいなことをやっていたんですけど、最近の、ねまあ、経済活動いろいろ複雑多様になってますので、やっぱり規制をこう、ね、目的割り切れないようなことも結構増えてきてますよね。そういう時はその目的だけじゃなくてやっぱ基礎対応を見て、まあ、基準を決めるんだと。特にその、ね許可制みたいなその新規参入規制のものってのは非常に営業その規制の対応としては厳しいですからね、まあ、そういう時は厳格な合理性の基準でやった方がいいんじゃないかとか、まあ、そういうのはいろいろなことが学説の方から提唱されてますけど、まあ、そういうところをまあこうちょっと考えてもらいたかったのかと思います。ここのところね、まあ、別に判決の通り書け判例の通り書けっていうことが求められてるんじゃないけど、まあ、判例を意識してね、まあ論述することはね、設問にあった通り、やっぱりこう判例踏まえて論じないといけないから、まあ、そういうところは求められているのかなというふうに思いますね。というわけでね、結構深いんですよね。よくこうね、まあ予備校の、ね、こう答案とかで、まあ、なんかさらっとこう浅いことがこう、ね、書き連ねて、いるような出来上がった答案なんかもありますけど、やっぱこう趣旨とか、まあ、実家とかに後で、まあ、採点時間もそのうち試験考査員出してくれると思うんですけど、まあ、やっぱ受験生に求めているものってのは結構深いですから、まあ、やっぱりこう憲法に関しては、ね、ちゃんとその判例の勉強をしっかりとです、ね、やっておいてもらえるといいのかなというふうに思いますね。さてじゃあ、まあ、時間の都合ですいませんね、大体これね1科目17分しかできないんだけど、ちょっと憲法やりすぎちゃったんで次行政法いきます。私の、講師レジュメの方です、ですね、8ページの方ですね、行政法の方になります。でこちらですね、まずちょっと全体の概要なんですけど、8ページの、取材主の、ね抜粋の一番上のブロック見てください。本文は墓地埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人へが墓地の経営許可を申請した場合、それに関して、ね、生ずる法的な問題について経営許可の権限を有する地方公共団体、B 氏の、ね、主張を考慮しつつ検討を求めるんだと。で本文で論じられるべき第一の問題はまず、ね、その申請に対して許可が行われた場合、まあ、本件、ね、許可処分が行われた場合、本件墓地の近隣で別の墓地をまあ経営している、ね、宗教法人 D と障害福祉サービス事業を行う、ね、法人 Eにですね、本件許可処分の、取り消し訴訟の、ね、原告適格があるかどうかということをまずね設問1の、まあ、括弧1のところで、まあ、聞いてますね。でこれはねこの下のブロックを見てください。設問1括弧1はっていうところなんですけど、取り消し訴訟の原告適格というね取り消し訴訟の基本的な訴訟要件の理解を問うものだと。で本文では D と E はね、まあ、D さんはだからある意味ライバル、その商売上のライバルですよね。同じその墓地をね経営するその既存のまあ業者、既存のまあ営業利益をこうね主張したい D さん、うん、と、その障害福祉施設を営んでね近くにまあちょっと墓地ができちゃうといろいろ環境悪化がするんだということで、環境上の利益をまあ言ってる E さん、まあ、2人出てくるんですけど、D と E はそれぞれ本件許可処分の当て人ではなく第三者だということで、ですので原告定額の判断枠組みは行政法9条1項と、ね、2項、まあ、特にこの2項ですね、こちらの方の、まあ、基準に基づいて、判断していくことになってきます。でこれね今年の取材の主すごい雑なんですよ。従来ね司法試験結構原告定額最近よく出てるんですけど、結構丁寧に書いてくれてるんですよ取材の主。ところがこれすごく、まあ、雑な書き方をしてるんで、これはねぜひ原告定額の判断の仕方に関してはね、例えば10ページ開けてもらえますか。28年の、ね、取材の主ちょっと抜粋しておいたんですけど、まあ、こっちのが参考になると思います。その原告定格の、ね、考え方、10ページの一番下見てください。こちら28年の問題なんですけど、まあ、行政処分の設問1について、ね、行政処分の名当て人以外の第三者の原告定格が問題となると。で本件もまさにその通りなんですよ。で行政事件訴訟法9条2項と特に、ね、原告定格のところって、まあ、最高裁判例が結構、ね、有名なものがありますから、それ絶対踏まえて論じなければいけないはずなんです。ですので最高裁判所の判例を踏まえて、ね、判断枠組み要は規範、ねを提示した上で、単に9条2項書き写すだけじゃなくて、判例9条2項プラス判例のこの、ね、法を踏まえて一回基準立てなきゃいけないの、要はどの範囲の人に原告適格が認められるのかっていうその、ね、判断枠組みを立てないといけないんですよ。というわけでもう一回、ね、その2行目、まあ、行政法9条2項と最高裁判所の判例を踏まえて判断枠組み、ね、規範定律です。判断枠組みを提示、規範定律した上で、行政処分の根拠放棄の処分要件や趣旨目的に着目し、関係法令の趣旨目的を参酌し、ね、まあ、関係法令があるときだけですけどね、処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令がまあある時だけですけど、そういった
ものの趣旨目的も参酌し、非侵害利益の内容性質を勘案し、当該、根拠放棄がね X らの主張する非侵害利益を個別的利益として保護する主張を含むかどうか、そしてこの大事なこのねどの範囲のものが原告適格を有するか、これがね判例の基本的な考え方なんですよね。あの9条2項から直接いきなり山田さんがどうだとか斉藤さんがどうだっていうふうにやっちゃったら実際困るじゃないですか。こういった事案であればどういう範囲の人に原告適格が認められるのかと、まず法規範示して、でそれに山田さんがどうなのか斉藤さんがどうなのかって当てはめるんですよ。法律でそういう考え方するのね、そういう類似の事案に適用されるような法規範をやります。で最高裁の判例は全部それやってるんですよ。いきなり9条2項から直接ね山田さんがどうとか斉藤さんがどうってやってる判例は一切なくて、最高裁判例の判断枠組みに即してねその基準を立てるんであれば、やっぱ一回どういう範囲の人に原告適格が認められてるのかっていうのを9条2項の枠組みに即してやります。でそれのね具体例がこの上のとこです。このね真ん中のブロックでちょっとこれ長いんでですね2段落目のところ見てください。10ページのね、真ん中の、ブロックの2段落目、そのねどの範囲の人に原告適格認めるのかってことに関して、この一番大事なねあの小田急事件ですよ。平成17年の大法廷、これで言えば、この2行目のところですけど、行政法9条1項2項を一時的な規範として2項が要求する考慮要素をね、考慮した上でね、最終的にこれ規範にしました。都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音振動等による健康または生活環境に、これ著しいってね判例よく限定するんですよね。何でもかんでもちょっとさあの自分の利益にあの影響するような人に原告提供を認めちゃうと、たくさんの人が裁判所来ちゃうでしょ。周辺住民がもう何百人も裁判所に当事者として来ちゃうと、それはそれで訴訟不敬罪でね、あの審理されるべく人の事件処理できなくなっちゃうから、よくね判例はこの著しいってのをよくつけます。著しい被害を直だとね、この直接的ってもよくつけますね、他の事件でもね、最高裁ね。というわけでこう限定するんですよね、原告適格を認められる人の範囲をね。著しい被害を直接的に受ける恐れがあるものは、原告適格があるんだと。であとねその後当てはめで、じゃあ山田さんはこういう著しい、被害を直接的に受けのかとかね、斉藤さんはじゃあそういう著しいこういった利益をね、こう直接的に侵害されるのかどうかというふうにあのやっていきます。でちょっと今見た通り30年 の取材の質すごく雑なんだけど、従来あの原告適格が出てる問題ではちゃんとこうやってしっかり書いてくれてるから、だから、あのちょっとねこちらの方はあの前の過去問の、原告適格の取材の質とかと試験構成の採点実感ね、そういったものもあの踏まえて原告適格の考え方を見てもらえればいいのかなと思いますね。あと時間の都合でちょっとね詳しい話が全部できないのが残念なんですけれども、9ページのところをご覧ください。この、ね、趣旨の、公衆の連絡事例面の取材の趣旨のところを続けますけど、9ページのところですね、設問1括弧2では、でこれねあの本案の話なんですけど、論文試験ではねやっぱ本案のところを結構配点こうね振ってねあの聞いてくる傾向にありますね、そういう原告適格とかそういう訴訟要件のところも出したりとかねしますけど、そこ以上に本案のところに大きな配点を振ってあの聞いてくる傾向があります。で今年のこの30年の問題もやっぱりそうなんですよ。ですので、本案が出た時にねやっぱどういうあの思考過程を経てね、その処分の適用違法っていうのを判断するのかっていうのはよくねあのしっかり押さえておかないと、なかなか合格点は取りにくいと思いますね。とにかく本案の、そのね、方で処分の適用というのはどういう判断枠組みで審査していくのかというところを、しっかりと押さえてもらいたいと思うんですよ。で今日は特に今後役に立ちそうな、審査方法の一つをちょっとご紹介しようと思ってます。というわけでもう一回ね、設問1括弧2では E は本件許可処分に対する取消訴訟を適用に定義できるとした場合、本件許可処分が違法であるとしてどのような主張が可能か、これ、法案の方来てます。この処分の適用違法というのは法案の話になります。訴訟要件クリアした後の話ね。でまたそれらの主張が制限を受けないかを検討することが求められると。この主張制限というのはね、あの自分に法律上の利益のあるようなあの法案の主張しかできないということで10条1項で、規制されてるんですけど、違法事由を上げたらじゃあそれがその、原告の利益に影響するのかどうか関係するのかどうかということをさらに、2段階目で考えてほしいということになってますね。でその前提としてなんですけど、あの4行目のところの途中のところなんですけど、処分の、適法違法っていうのはもともと処分をすることについて大体多くの場合は行政裁量があの認められていることがあの多いです。例えば、その処分の根拠法令、行政法の世界で一番大事な原理で法律による行政ですね。必ずあの処分というのはその国会が作った、その立法に基づいてされなければいけないということで、法律による行政という原理が働いてくるわけなんですけれども、その大体法律というのは
不特定多数の人に対してこう、ね、適用することが予定されているので、その処分要件が一般的抽象的に規定されております。ですので、ね、こういった場合にじゃなきゃ適用できないみたいな、そういうその、ね、個別具体的な規定はされていなくて、一般的抽象的な規定を、ね、法律の方が処分の根拠法令として定めているんですよ。でその一般的抽象的なその、ねところがあるゆえに、行政の方に裁量が出てきて、その裁量の、まあ、範囲、要は、その法が許したその範囲内で裁量が、まあ、許されるわけなんです。その、ね、規制文言、処分の根拠法令が一般的抽象的なものであるゆえ、行政裁量というのがそこで、まあ、生じて、ね、まあ、法の範囲を、ね、趣旨目的を逸脱しない範囲でその適用のところです、ね、にこう裁量が出てきますね。あと効果の方にも、ね、その適用ができるんだとして、じゃあ実際その処分を発動するのかどうか、じゃあ処分発動するしてどんな内容の処分を発動するのかどうかというような、点で、まあ、効果裁量というふうに言われることがありますけど、効果裁量なんかも出てくることがあります。というわけで、ね、処分の適法違法が聞かれたら、まず、ね、処分の根拠法令の趣旨目的を読み解いて、どこまでのことが、ね、法律によって、行政裁量として許しているのかどうかということを見ていくんですよ。でその法が許した裁量の範囲を逸脱するような処分をしたときはです、ね、どうなっちゃうんですかというと、それはあの法律による行政の権利に守られていないことになるわけですよね。行政というのは必ずその法律の根拠がまあ必要でありますので、そういう、ね、法が許した裁量の範囲を逸脱して、まあ、処分をしてしまった場合は、その時に処分が違法だというふうな判断がされることになってきます。で本件の場合、ね、あのちょっと、まあ、じゃあどういう時にその裁量の逸脱内容になるかというと、まあ、判断過程審査とか、あとはその、単純に、ね、その平等原則違反とか比例原則違反とか、あるいは本件の場合だとその、ね、法の目的と違う理由で処分をした、いや不当な動機目的とか、その、ね、法の趣旨を逸脱するような、まあ、処分をしたというようなあのちょっと事例が出てるんですけど、そういう時も、ね、やっぱその裁量の逸脱内容で処分が違法になるんですよね、まあ、そんな感じのところです。で一つその、ね、その法の目的違反でやってるので面白いのがこの次の段落のところなんですけど、これですね、これ押さえておくと今後応用効くんじゃないかと思うんですよ。 E が主張する違法事由としてはまあ2点あるんですけど、特に本件で押さえておいてほしいのはこの第一のところ、これね今後応用効くと思います。このね裁量の逸脱乱用の審査をするにあたってすごく応用が効くのこの第一です。これね法の趣旨目的とね関係ないような理由で処分しちゃってるんですけど、本件墓地から約80メートルの距離にある E の事業所が、本件条例13条1項の障害福祉サービスを行う施設に該当し、本件条例13条1項の距離制限に違反することから、まあ、本件処分は違法ではないか、まあ、今回ね、あの協業者がその墓地の、まあ、経営申請してで許可を、まあ、されるわけなんですけど、一方で法律の方でね、この今ここに、まあ、出てる通り、あのこのね障害福祉サービスを行う、まあ、施設がある場合は距離制限がかかっちゃって、墓地をねあの新たにこう設置、まあ、できないようになっちゃうんですよ。で本件はこの障害福祉サービスが、まあ、近くにあるんだということで、まず今回ねその距離制限に違反するから今回の墓地の、まあ、経営申請のね許可が、まあ、違法になるんじゃないかという話になってるんですよ。ところがこのね、施設がなんでできたかっていうと、その墓地の新しくね墓地ができることを阻止するために急遽なんか必要もないのに無理やりこの障害施設をまあ作って、無理やり新たにねこう申請された墓地の方が距離制限に引っかかるようにしちゃってるわけね。というわけで必要がないのにこの福祉施設をやっちゃってるんですけど、なぜ福祉施設がその設置許可許されるのかといったらさ、まあ、大雑把に言えばさ、それは法が福祉に必要だからこそその施設をね設置許してるわけですよね。ところが今回その施設の設置が移転をする必要がないのにね、その新たな墓地の出現を防ぐためにですね、まあ、やっちゃってますので、これはどうもちょっと法の趣旨に反するような処分が、まあ、されてるんじゃないかというところが一つ問題になります。でこれが基本知識でいうと、あのこちらつけておきました、私の促進プット講座のテキストからちょっと抜粋してるんですけど、余目町の事件ですね、あの有名な12ページです。この事案がほぼそのまま出てますね、ここのところはね。でこれはあの応用効くんだと思います。あの別に今回の30年の問題に限らずね、こういう発想ってあの今後もねいろいろ話していくような問題出てくると思いますのでね、裁量の逸脱内容どういうふうに判断されるのか、すごく似てますよこの事件、あの今回の事件と。ちょっと12ページ見てください。行政権の内容ね、まあ、昭和53年判決の事案を簡略化して説明しますと、 X 社は個室浴場をね、営業することを計画して、要は風俗店ね、個室浴場風俗店、営業することを計画し、山形県余目町に、ね、建設用地を取得し、営業用建物の、建築確認と申請と公衆浴場の、ね、営業許可申請をしました。まあ、本件の司法試験の問題でいうと、これが墓地の、ね、あの新たな
許可経営の申請ですね。ところが、ね、地元で反対運動が起こるんですよ。これもあの今回の司法試験の事案と似てますね。まあ、地元で個室付き浴場の経営に反対する抗議行動が起こったため、ね、すごく似てるでしょう。まあ、余目町ではです、ね、山形県と相談して本県個室付き浴場の経営を阻止する方針を立てました。今回の司法試験の事案でいうと、新たにあの墓地が、ね、あの大規模な墓地ができることを阻止することを計画、まあ、していくわけですよ。でそんな中で次のところですけど、山形県余目町は児童福祉法にいう児童福祉施設の周囲200メートル以内においてはそういう、ね、風俗の個室浴場の営業が禁止されていることに着目して、余目町は県に対し、ね、X 社の個室付き浴場の開業予定地から約134メートルのところにある、ね、要はあの距離制限に引っかかるようにして、児童福祉施設の設置の許可申請をして認可処分したんですよ。今回の事案と全く一緒。今回もその新たに墓地の出現を、ねされることをまあ防ぐために距離制限に引っかかるようなところにあえてその障害福祉施設をまあ作っちゃったという感じになってるんですよね。まあ、そんな中で認可処分がされました。でその後、公衆浴場の営業許可がされたと。しかし X 社は児童遊園施設が設置されたにもかかわらず性的なサービスを提供するための、ね、個室付き浴場の経営を開始したところ、まあ、山形県の公安委員会は、ね、取締法違反を理由に営業停止処分にまあした上で、ね、次にあの刑事であの起訴して、ね、まあ、罰金にしたということになっています。で次の段落なんですけど、その X 側の方ですね、今回まあ規制されてしまった X 側の方は、本県児童福祉施設の設置認可処分は行政権の行使の乱用でありね、ほら裁量の逸脱乱用だって言ってるんですよ。でこれがなんでその法的にどういう判断分け意味で裁量逸脱乱用なのかっていうのを押さえてほしいんですね。まあ、逸脱乱用であり、被告会社を規制する根拠にはならないんだと。で最高裁はってとこですけど、まあ、本来、児童遊園はね、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し情操を豊かにすることをまあ目的とすると。だからこういう目的趣旨目的で、まあその施設を設置許可するんであればいいんだけど、そういう目的以外にですね、例えば今回みたいに個室付き浴場をの設置を防止するという目的で、この、ね、児童福祉施設を設置しちゃうと法の目的違反の処分がされたことになっちゃうんですよ。で法の目的というのはどういうことですかというと、それ行政裁量なんですよね。処分の根拠法令がまあ抽象的ゆえに、先ほど言った通り、その、ね、抽象的ゆえに そこの法の枠の中で行政裁量が与えられますよね。でその行政裁量というのはどういう形で行使しなければいけないのかといったら、法の目的通りにやらなければいけないんですよ。法の趣旨目的から逸脱するような行使をしちゃいけないんです。ですので今回のこの児童福祉施設の、まあ、設置の件で言えば、やっぱその児童の、ね、情操を豊かにするそういう目的でまあ設置許可するんであればいいんですけど、まあ、個室浴場を、ねまあ制約するという目的でそれを処分するというのは法の目的違反で裁量逸脱乱用で違法になるんだという話になってきますね。というわけでこれ裁量審査の仕方としては、あの法単純に法の目的違反です、まあ、不当な動機目的とか法の、ね、処分の根拠法令の趣旨目的違反というのを、その基準にしてやってますね。まあ、裁量審査っていろんな、ね、方法ね、判断過程審査とか、さっき言った通り平等原則違反とか比例原則違反とか、いろんな審査の仕方を、ね、判例が打ち立ててるんで、まあ、その事案に応じた適切なまあ審査基準を設定して、ね、それでまあ判断する必要がありますけど、特にあの今回の問題に関しては、ね、その括弧1のところであれば、この余目町の枠組みですね、その法の目的違反というような枠組みを使ってやっていくと良かったのかと思います。でそれ前提にすると読みやすいですね、趣旨を。ちょっと戻りましょう。9ページに戻ります。今のレジュメ、この判例が頭入ってるからこそね、ちゃんと分かるんだと思うんですよね、本番の試験でね。でちょっと見ていくとね、まあまあ、9ページの2段落目のところですね。 E が主張する違法事由としては2点だと。で次第1にでここです。本県墓地から約80メートルの距離にある E の、事業所が本県条例13条1項の障害福祉サービスを行う施設に該当し、本県条例13条1項の距離制限に違反することからね、本県許可処分は違法ではないかという点だと。たとえさらにね、たとえ距離制限に違反したとしてもですね、E が D に相談し、これだから要は悪いことやってるんですよ。悪いこと相談して無理やり施設の、ね、必要が前につけてるんですけど、 E と D が相談して説明会や本件申請の後に事業所を移転してるなどの事情から、本件許可処分を墓地の、ね、許可処分を妨害するため意図的に、ね、本件事業所を移転したとすれば、まあ、権利乱用として、違法にならないかどうかということで、余目町の、ね、事件と同じような形で裁量の逸脱乱用ですね、まあ、法の目的違反で、まあ、その権利乱用、法の目的違反権利乱用、そして裁量の逸脱乱用で違法、まあ、その理屈が使えないかどうかというところが聞かれています。問題文でいうと、ね、8ページですね、もう一つの冊子見ていただけますかね。問題文、その法の目的違反どこで認定するかというと、ここだけじゃちょっとやっていきましょうか。8ページのところで問題文のところで、ね、ここにあのちょっと、ね、悪いやり取りがされているところがあの分かります。8ページの、ね、
下から2段落目のところですね、他方という段落見つけてください。問題文のね、この冊子の8ページの下から2段落目、他方、ここね、本県土地から約300メートル離れた位置にある土地にはね、宗教法人 D の事務所が存在し、だから大きい墓地が今回できちゃうと、この D さんが困っちゃうのね、既存業者の D さんが困っちゃいます。 D の事務所が存在し、 D は同所で約10年前から小規模な墓地を経営していたと。 D は本県説明会の開催後ね、とにかく大きい墓地がまあできるっていう、そういう説明会の開催後、本県土地において大規模な墓地の経営が始まることを知り、事故が経営する墓地の契約や廃業の恐れがあることを考えたと。でそこで D の代表者はその親族に B 市内で障害福祉サービス事業を営む法人 E の、ね、代表者がいたことから、これを利用して本件申請に対する B 市長の許可処分を阻止しようと考えたと。で D の代表者は E の代表者と、まあ、相談し、本件土地から約80メートル離れた位置にある D の、ね、所有する土地で、これあの大規模墓地が、ね、距離制限に引っかかるあの場所なんですよ、位置なんですよ。というわけで80メートル離れた位置にある D の所有する土地にね、 E の障害福祉サービス事業所を移転するよう求めたと。で E はこれを受けてね、特に移転の必要はなかったにもかかわらずね、だから別に障害福祉施設を無理してそこにあの置く必要もなかったのにね、結局そういう大規模施設をね、大規模な墓地が出現することを防ぐっていうね目的、まあ、D さんに協力して、それでね、この障害福祉施設の、ね、移転の方の申請して、それで認可がその後されているという状況になってますね。なので仮にこの、障害福祉施設の認可処分が先ほどのね、余目町の、ま、事件の発想で、行政権の乱用で、裁量の逸脱乱用で、違法で無効だということになると、ま、障害福祉施設がないことになるじゃないですか。そうすると本件墓地は距離制限に引っかかんないことになっちゃうんですよ。障害福祉施設がないわけだから距離制限に引っかかんないことに、ま、なっていくわけね。ま、そうすると、別に何やね、その本件許可処分に違法事由がないと、ま、他に違法事由もあるんですけど、ま、少なくともここの場面で言えば、ま、違法事由が消えるということになるから本件許可処分が適法になるんだという話になってくるんですよね。まあ、余目町の事件ではそれがその、ね、処分というのが自分を規制する根拠にならないから、自分は法規違反がないから無罪なんだってね、刑事事件なんで、まあ、無罪の主張しましたけど、まあ、こちらの方では、ね、その今回自分が建てようとする墓地を規制する施設がないわけだから、距離制限に入んないわけだ、距離制限に引っかかんないわけだから、だから今回 その認可処分というのが、ね、適法なんだ、自分 その墓地の、ね、認可処分というのが、まあ、適法なんだというような、まあ、主張をしているんだと思いますね。だけど余目町の事件、ね、これ多分今後も役に立つと思いますので、まあ、行政裁量の、ね、逸脱というのはこういうふうに判断することもあるんですよというのを押さえておいてください。さてじゃあ次行きましょう。民法ですね。民法に関してはね、今後皆さんの試験に役に立ちそうなところはね、設問1になりますね。債権総論のところをね、結構広く聞く問題なんですよ。まあ、こちらも講師レジュメのね、講師レジュメの方をちょっとまず、見ていただきたいんですけど、債権総論のところになります。でまずね、14ページの、ところですけれども、まあ、最初の3行目ぐらい、3行ぐらいある段落がちょっとブロッカー無視してね、その次のね、設問1はっていうところを見てください。設問1は種類債務の特定と危険負担、それから協議の履行補助者の過失、それから弁済の提供または受領地帯もしくは受領義務違反の効果、ここのね、またはもしくはでつながっているところはね、答案ではどれか1個取り上げればいいんですけど、そのどれかの効果としてこの括弧書きの中のものが出てくるんですよ。債務者の目的物保管義務のまあ軽減ね、受領地帯によってその全館注意義務がまあ軽減されると、あるいはその弁済の提供によってもね、まあ、全館注意義務が軽減されるんですけど、まあ、何か、そのね、弁済の提供でも受領地帯でもいいんですけど、まあ、何か指摘をして、いずれにしろその法的効果として保管義務の軽減を導き、さらにその後のところですけども、対価期限の債権者への移転というのを導いて、その辺のところから、ね、うまく事例を処理してほしかったという問題なんですよね。でこれは、ね、かなりやっぱ債権法をしっかり勉強している人じゃないとうまく、ね、処理できないような、まあ、問題だと思うんですけど、でも、まあ、債権総論のところってすごく、まあ、大事ですのでね、まあ、ぜひこれ多分来年の試験にも役に立つと思いますから、これ、ね、特にしっかり復習しておくといいと思いますね。設問には、ね、所有権留保で、設問さんはちょっと相続に関する、ね、まあ、遺言の解釈の問題なんだけど、そこはちょっとピンポイントすぎちゃうから来年は出にくいのかなって思うふうに思うんですけど、設問1のところはね、債権総論ちょっと全体に絡むところで、まあ、このうちの一部がまた来年出てくる、してもおかしくないし、あとそもそも担当試験でね、これぐらいのことを頭で整理できないと担当も危ないからまあちゃんとね、設問1はやっといてほしいなって思うんですね。でこれね、でも意外と債権が頭の中に入ってる人じゃないとね、要は今の相互感、今いろんな制度が出てきましたけど、この相互感を自分の頭で整理できる人じゃないと、多分この出題の資料でもね、意味が分かんないんだと思うんですよ。なんでちょっとね、整理をしてみました。
このちょっとページ何ページか後なんですけど、20ページね、この取材の趣旨を読むにあたってこれぐらいのことを頭の中で整理してからじゃないとちょっと趣旨を正確に読めないよというところでね、ちょっと20ページにあの思考方法を書いておきましたんでちょっと見てください。民法の関連知識、縦位置、設問1の思考方法の大枠ですね。で、まあ、松茸50キロ、松茸のね、ちょっとこう、松茸5キログラムのね、まあ、売買があったんですけど、設問1で問われているところの B の A に対する本件売買契約に基づく代金支払い請求が認められるか、要は問われているね、設問は単純なんですよ。まあ、松茸5キログラムをね、なんか50万円かなんかでまあ売買して、で、その代金請求できるかどうか、ただそれだけです、聞かれてるのはね。というわけで、設問1で問われているところの B の A に対する本件売買契約に基づく代金支払い請求が認められるかを検討するにあたり、でちょっとヒントになるのはね、問題文の事実級、まあ、後で見てもらえればいいんですけど、ちょっとこれ読んどいてください、20ページのところね。問題文の事実級において、A が、B が松茸5キログラムを引き渡すまで代金を支払わないと述べたとあることを踏まえて処理手順を組み立てるといいのかなというふうに思いますね。で、取材の趣旨の記載につながるように思考の流れを箇条書きでしていきます。この下のね、ちょっとところを見てもらいたいんですよ。で、ここ頭入ってるとね、取材の趣旨が読めるようになると思います。まずね、2個目のブロックで B の A に対する代金支払い請求に対し、 A が多分ね、上のね、今言った通り事実級のところ、 A がさ、松茸引き渡すまでお金払わないって言ってるのは、これ同時以降の公弁主張してるんですよ、おそらくね。というわけで、 A が同時以降の公弁を主張しているというふうに見ることができると思います。で、同時以降の公弁が認められるためには、総務契約において相互に対価関係がある債務を、ね、負担していることが必要ね。他の要件はカットしてますよ。もちろん両債務が弁済益になるとかさ、同時以降の公弁は他にも要件ありますけど、とりあえず本文の処理の、ね、必要な核心部分のところをやってます。とにかく、債務がね、総務契約から発生した債務が対立しなければいけないわけですよ、同時以降の公弁権がね、認められるためにはね。まあ、そんな感じで、総務契約において相互に対価関係のある債務を負担していることが必要だと。で、本文では B が A に松茸5キログラムを代金50万円で売った AB 間の、ね、売買契約により、 B の売買の目的物の引き渡し債務と A の売買代金の支払い債務が、まあ、対価関係にあると。だから、まあ、このままいくと普通だったら同時以降の公弁があるので、その、ね、A の同時以降の公弁認められることになって、で、逆に反面 B はとりあえず直ちに代金請求できないことになっちゃうんですよね。同時以降の公弁で、まあ、阻止されちゃうんで、まあ、少なくとも弁済の提供かなんかをしてね、同時以降の公弁打ち消す必要が出てくるんですよ。で、まあ、ちょっとすみません、まあ、そういうのをちょっと頭の中、まあ、念頭にね、ちょっと喋りすぎちゃうとまたね、皆さん混乱しちゃうから、ちょっとまた戻りますけども、今の2個目のブロックの、まあ、3行目、5行目のところでね、その対価関係にあるって、この次、この状態だと A の同時以降の公弁が認められうるがね、まあ、対立する債務が、ね、ありますのでね、同時以降の公弁認められるが、以下のことから B の目的物の引き渡し債務が消滅したのに、 A の代金債務だけが存続する状態になることがあるんですよ、以下の理論構成で。で、そうすると同時以降の公弁でほら、対立する債務がなくなっちゃってね、もう代金債務しか残ってないから代金払わなければいけないってことになっちゃって、それで設問の答えが出るようになるわけね。今回代金の請求ができるかどうかってこと単純に聞かれてるんで、要はここのところなんですよ。というわけで、目的物の引き渡し債務が消滅するかどうかってところを、検討をすることになってきますね。次にもう一回ね、今の、2個目のブロックの下から3行目、以下のことから B の目的物の引き渡し債務が消滅したのに、 A の代金債務だけが存続する状態となり、 A の同時以降の公弁が認められずね、 B の A に対する代金支払い請求権が認められる余地があるということになってくるわけ。だからとにかく今回ね、その目的物の引き渡し債務が消えたかどうかというのがポイントになるんですね。で、この次のところです。この辺読むとね、多分取材の趣旨につながると思いますね。本の門の松茸5キログラムの売買のように、当事者が物の、ね、種類と数量に着目した種類物売買については、目的物の特定後に目的物が滅失するとね、でここ何言ってるのかというとね、債権総論で、まあ、債権の勉強していると、債務が消える時がある、消滅する時があるじゃないですか。それがどういう時なのかっていうのが頭の中で分かっておく必要があるんですよ。で、債務が、目的物の引き渡し債務が消えれば、もう同時以降の公弁言えなくなっちゃうから、お金払わなければいけなくなっちゃうの。代金債務だけが残るから、お金払わなければいけなくなっちゃう。で、そうすると設問に答えられることになるのね。結局代金請求できるかってことを聞いてるわけだから。だから本文のポイントはね、目的物の引き渡し債務が消えるかどうかっていうことをどう理論構成するかって話で、別に現場思考っていうよりは、普通に債権総論で事前にインプットしていることをただ組み合わせてるだけの問題になります。というわけで、もう一回ね、今のブロック最初からいきましょう。本文の松茸5キログラムの売買のように、当事者が物の種類と数量に着目した種類物売買については、目的物の特定後にね、目的物が滅失すると、目的物の引き渡し債務は履行不能になります。ただちょっとね、気をつけなきゃいけないのは、この履行不能が目的物の引き渡し債務の債務者、要は売主側の既得事由によるものであるときは、目的物の引き渡し債務は損害賠償債務に転嫁して存続し続けちゃうんですよ。だからね、同時以降の公弁まだ残ることになります。ですが、履行不能が目的物の引き渡し債務の債務者の既得事由によるものとは言えないときは、目的物の引き渡し債務が消滅するんですよ。
だそうするとほら同時以降の公明もう言えなくなっちゃうから代金債務だけが残る状態になるんで、まあ、今回の、ね、設問で問われている代金請求が認められるっていうふうになってくるのね。というわけでこの続きのところですね、引き渡し債務は消滅する。でこの場合に代金支払い債務も消滅するのかそれとも存続するのかは危険負担の問題で、これで危険負担につながってこれで出題主読めるようになりますから、あの出題主いきなり危険負担から始まっちゃってるのね。実質的な話がいきなり危険負担から始まっちゃってるんだけど、こここういう理屈がねつながってるはずなの、本文の場合ね、あの事実級のところでどうも同時以降の公明言ってるような感じがするんで、ここで危険負担につながってくると思います。だけど危険負担の問題として処理されることになると。で危険負担の問題として検討した結果、代金債務が存続するとの判断に至ったときはね、すでに目的物の引き渡し債務が消滅し、代金債務と対価関係にある債務が存続しないため、A の同時以降の公弁が認められず、A はね、B に対して代金を支払わないといけないことになってくると。まあ、したがって、設問1の B の代金支払い請求権が認められると。まあ、こういうふうに結論が出てきます。で、これで次のブロックですけど、まあ、以上のことが頭の中で整理されると、出題主の、ここは実績の中身なんですけど、設問1の事実関係の下では、危険負担の適用があるか否かが問題となるから、いきなりここから来ちゃってるのね、実績の話がね。だから上のところが頭入ってないと分かんないんですよ。ここなんでこうやって書いてあるんだかっていうのがね。というわけで、設問1の事実関係の下では危険負担の、適用があるか否かが問題となるが、その前提として種類債権の特定やその後の目的物の滅失が、まあ、必要になってくるってことね。でそういう話は上に出てきたでしょ、私の今の説明のところでね。じゃあそんな感じで趣旨をちょっと見ていきましょうか。14ページを見てください。14ページね。で今のこのね、最初の3行のブロックはちょっと飛ばして、次のまあ長いブロックのところで1段落目、説明1段とかさっき読んだんでいいですね。で2段落目、ここからなんですよ、実質的な中身が。だからいきなり危険負担から始まっちゃってるのね。だから今のことが理解されてないとこれ読んでも分かんないんですよ。というわけでまあ見ていきましょう。説明1の事実関係の下では危険負担の適用があるか否かが問題となるが、その前提として、種類債権の特定とその後の目的物の滅失が必要になってくると。そこで401条が定める、これ特定の要件ですね。債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した後は、例えば債務者が給付の完了のために債権者がする必要のあることを除きね、自らすることができることをすべてした状態を言うんだと。よくね、基本知識で、まあ、この特定の効果っていうのは、種類物売買っていうのはさ、債務者っていうのは、要は売り主っていうのは市場からね、その契約の目的物を、まあ、何としてでも調達して引き渡す、ね、義務があるわけなんですけど、無限の調達義務があるっていう点で非常に重い債務を負ってるんだというのをよく勉強しますよね。で特定すると以後ね、その調達義務を免れて、まあ、全館注意義務とかは目的物の保管義務とかは生ずるんですけど、でも以後ね、その調達義務という重い債務から、まあ、免れて、その目的物を引き渡せば、債務から免れられるような、まあ、状況になってるわけです。というわけで債務者にそういう、まあ、利益が あるわけだから、特定したと言えるためにはね、種類債権が特定したっていうのはイコール、そういう無限の調達義務から免れさせるっていう大きなメリットをその債務者に与えることになるから、それにふさわしい行為を、まあ、したときにそれを認めましょうというふうに考えていくので、それがこのほら線引いたところ、自らすることができるすべてね、できることをすべてした状態、これ一例ですよ。まあ、別にこういろんな表現の仕方がありますけどね、自らすることができることをすべてした状態というところで、取り立て債務の場合は、まあ、一般的には3つの要素で、まあ、分離準備通知っていうふうに言われてますけど、それが書いてありますね。まあ、取り立て債務の場合は、B が目的物を分離し引き渡しの準備を完了し、それを通知したときに、要は債務者としてはすべきことを全部やった、要は無限の調達義務から免れさせるにね、まあ、ふさわしいことをやったんだということで、まあ、目的物の特定が認められるんだというふうに一般に考えられてますよね。だけど設問1の事実関係から特定が認められ、その特定した目的物が盗難により滅失したと認められることが必要だということになってきますね。でほらまずさ、目的物滅失したじゃないですか、こういうふうに理論構成していくと。で問題は目的物の滅失イコール、じゃあ引き渡し債務が消滅するかというとまた別なんですよ。この滅失について債務者の既得性があると、債務不履行に基づく損害賠償債務に転嫁して残っちゃうからね。なので次に既得性があるかどうかということを検討していかないといけないのね。この目的物の滅失イコール、引き渡し債務まで消滅するというふうに確定するわけじゃなくてね、目的物の滅失が債務者の既得事由にあるときは、まあ、損害賠償債務に転嫁してそのまま残っちゃいますから、じゃあそうじゃなくて、その滅失が債務者の既得事由によらないんだというふうに言ってね、それで初めて、消滅するということになってきます。でこれが次の段落ですね。目的物が特定後に滅失した場合の売主 B の売買代金債務請求権の帰属については、総務契約上相対立する、ね、2つの債務は互いに対価関係に立つため牽連関係が認められるとして、一方の債務の消滅により当然他方の債務を消滅することを前提としつつ、本件においては、ね、目的物が特定していたとして、534条2項の適用によりいいです、ね、その履行不能が、ね、債務者の責めによらない事由で、ね、消えてしまうと、
その、ね、債務が消滅するんですよ。損害賠償債務に転嫁しないでね、債務履行の問題にならないで、消滅、まあ、するんですけど、534条2項の適用により B の代金請求権が認められうるとする、まあ、立場ですね。あとそのね、534の2項というのは要はなんかと、まあ、売買やって目的物を引き渡しもしてないのに、なんかその売り主から責任丸柄させるというのはちょっと不公平なんじゃないかということで、この5342項をあの適用制限する立場があります。じゃあそれどうやって具体的に制限するかというと、あの私のこのレジュメ の21ページのところにね、債権者主義のまあ制限の話を、書いておきましたけどね、私の促進人口座からちょっとあの抜き出しておきましたけど、目的物が例えばその債権者の方に移転したときね、買い主の方に移転したときとか、まあ、そういうときにあの初めてね、534を、適用できるようにするんだという見解がすごく有力 で今度のね、あの2020年から施行、2020年の4月1日から施行される民法ってやっぱこの534の2項なくなっちゃうんですよね。要は学説からすごい、強い批判をまあ受けているんで、今度からはその制限適用説みたいなものに、事実上なってきます。まあ、要はそもそも534の条文自体がそこなくなってしまいますけれども、まあ、今の、ね、学説が批判強いんでね、そういうような状況になってますね。あとあの改正法との絡みなんですけど、司法試験の、ね、近年のここ 2,3 年の過去を見てるとね、あの改正法、あの法が改正されるかどうかっていうのを関係なしにこうやって出してきますね。534の例えば2項ってなくなっちゃうんだけど、それでもこう出てるから、だから今度の31年 の, あの試験ね、2019年の試験もちゃんと現行法しっかりやっといた方がいいと思います。まあ、担当でも普通に出るし、論文でもね、遠慮なくこうやってもう聞いてくる状況になってますからね。例えば平成28年の民法はですね、あの今度の新しい民法だとなくなっちゃう制度がもうもろメインで出てましたね。あの債権譲渡の場面で あの債務者の異議なき承諾、あれあの新しい民法だとなくなっちゃうんですよ。で平成28年の司法試験が出題された時、もうちゃんと法案が成立していたのに、もう完全に、ね、なくなることが確定してるのに、それでもまあ出してるんで、だから、まあ、少なくてもあの現行法で出題されてる2019年の試験まではもう改正法遠慮なく、もう普通に現行法をもうどんどん、ね、改正されてなくなっちゃうのも含めて、あの普通に聞いていきますので、試験対策としては本当に現行法を手抜かずに、ね、ちゃんとやっていくといいと思いますね。でそれなんでかというとね、あの皆さんが試験受かった後に実務に出るとね、あのその事件がまあ起きた時にどの法律が適用されるかっていうと、その基本的に原則事件が起きた時の法律が適用されるんですよ。ですので大体弁護士事務所とかに皆さんが弁護収集行くと、まあ、何年か前の事件が大体来ます。いきなり事件が起きてすぐ弁護士のところに来る人ってあんまりいないからね、大体何年か前の事件ってことになると、結局あの皆さん収集中に現行法を使って処理することが多くなると思いますよ。あと裁判収集でもね、事件が何年か前のものがこう、まあ、来てるわけだから、結局現行法でまあ処理することになってくると思うんですよ、皆さんがね収集行った後もね。まあ、そんな感じで、あもちろんあの事件が新しければ、あのその施行された後にね、2020年の、ね、4月1日以降の事件であれば、まあ、新法の方がまあ適用されていきますけど、でもそれ前の事件も当然裁判所やみんな弁護士事務所に来ますので、そういう時はこの現行法でやらなければいけませんので、これ知らないといけないんだよね。だからあの遠慮なく出してるんだと思います。なくなっちゃうものまでね、あの遠慮なく出してますので、だからぜひあの手抜かずに現行法をしっかり、ね、やっといてもらえればと思うんですよね。この534の2項、とにかく、ね、不公平なんだということで、学説の方からすごい、ね、適用制限、説がずっと言われててね、で、まあ、今度新法の方が、ね、まあ、適用制限になりますね。で現行法の下でも、まあ、適用制限すごくあの有力なんで、まあ、私はあのもう現行法の下でも適用制限すべきだということはあの教えてます。まあ、あのこれが、ね、さっきの、21ページのところにありますので、まあ、後で見といてもらえればと思いますね。まあ、促進人口座 のテキストの抜粋なんでね、まあ、そんなに難しいことは書いてありませんので。というわけで、まあ、一応こんな感じのところでね、あのこの取材の詩を読むにあたって、その私の先ほどの、ね、補強した部分のところと合わせて読んでもらえると、その先が読めるというふうに思いますね。さてじゃあ今度、時間の都合でね、次、商法の方行きましょう。で商法に関してはですね、多分あの今後の試験に役に立ちそうなのは決議取消訴訟なんじゃないかと思うんですよね。特にこう時期の、ね、試験なんかに、またちょっとこう関係しそうなところはね、他のところはちょっとなんかまだ、あまりにも論点がピンポイントすぎちゃって、ちょっと来年出にくいのかなっていう感じはします。まあ、22ページのところで商法の取材の詩なんですけど、あの設問1はね、あの2つ目のブロックのところなんですけど、会計帳簿の閲覧請求権がまあ出てますね。まあ、予備試験の方でもあのこれ何年か前に今取材されていたんですけれどもね、まあ、司法試験で平成30年度に今取材、されておりますね。まあ、これちょっとピンポイントなんで来年は出にくいかと、まあ、いうふうに思ってます。で来年以降の試験に出そうなのは同じく22ページの最後のブロックで、あの決議取消訴訟です。まあ、利益供与をちょっと絡めてね、難しくしてるんですけど、決議取消訴訟のところはちょっと出やすいのかと思いますね。で設問に括弧1においてはっていうところを見てください。後者が G から保証料の支払いを受けないで G の平銀行に対する、ね、借入金債務について連帯保証したことが、要は、ね、大雑把に言うとあの利益共有に当たるようなことをやっちゃってるんですよ。でこれがそういうことを決めた
株主総会決議の、ね、取り消し順にどう影響するのか、決議取り消し書の取り消し順にどう影響するのかってことを、設問2の括弧1は聞いてますね。まあ、もう一回ね、設問2括弧1においては、で利益表のところちょっと事実複雑だから、今これ読んでもちょっと分かんないと思ったら、後でね、あの問題文読んで確認してもらえればいいですからね。とりあえずこう今この法が禁止している利益供与に関して株主総会決議がされたんだというような認識でちょっとついてきてください。だけどもう一回ね、後者が G から保証料の支払いを受けないで G の平銀行に対する借り入れ金債務を連帯保証したことが何人に対してもねという文言に照らし、 G に対する財産上の利益の供与に該当するか否か、括弧同項の文言上利益供与の相手方は誰でもよくね、現に株主である者に限られない、あるいはこのことが D 保有の株式売買契約が成立する前提となっており、 D に対する財産上の利益の供与に該当するか否かについて説得的に論ずることが求められるんだということですね。でこの後ですけども、上記連帯保証が財産上の利益に供与に該当するとすれば、当該利益の供与が株主の権利行使に関してされたものということができるかどうか、本件契約によれば D が本件株主総会には自ら出席しないで A を代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任すると、されていたことですね。まあ、今回株式をねちょっとこうある株主から買い取るために、まあいろんな工作をするんですけど、そこがあの法120条が、ね、禁止している株主の権利行使に関する利益供与にも当たるような感じの問題が出ていたんですけれども、それが、ね、今のところ、今ちょっと最後に読んだところですけど、本件契約によれば D がこれあの今回株式を買い取られる人なんですけど、 D がこの人には議決権行使されると、ね、会社の都合が悪いんですよ。というわけで本件契約によれば、まあ、会社と、ね、この D さんとの契約によれば D が本件株主総会には自らは出席しない で A、ね、これ会社の幹部ですね、A を代理人として、議決権の行使に関する一切の事項を委任するっていう、まあ、そういうようなことを、ねまあ、やったんですよね、利益供与に絡んでね。でこれがあの決議取り消し訴訟、株主総会決議の取り消しに訴えの取り消しにどう影響するのかということで、これ結構多分現場で難しかったと思いますね。あの利益供与があったってことはね、多分あのジャノメミシン事件、平成18年 の有名な、ね、あのジャノメミシン事件を勉強してればそれは気づきやすいと思うんですけど、それが、ね、決議取り消し訴訟の取り消し順にどう影響したのかっていうのは結構現場で、ね、頑張って考えないといけないから、そこは結構難しかったんじゃないかと思います。でそこが書いてありますね、このところね、まあ、今のところですけど、本件決議1については株主総会の決議取り消しの訴えに関し当該利益の供与により 本件決議1が株主総会の決議の方法の法令に違反したものと認めることができるかどうか。で問題これちょまたすぐさ戻ってくるね、これ開けたまま問題文見てみましょう。本件決議1の内容を、ね、ちょっと確認しましょう。問題文の冊子の方ですと、20ページからね、商法の問題があるんですけどね、民事系の2問目が、まあ、あるんですけど、本件決議1の、内容をね、ちょっと確認しますと、21ページのところのね、縦11のところになります。でその前提としても、取材主に本件契約っていうのが出てたんですけど、それが21ページの結構上の方にね、ちょっとほらこう間1行前後空いてね、本件契約ってところありますよね、上から4行目のところちょっと見てください。本件契約こんな感じ、 D さんというのは今回株式買い取られる、まあ、人ですけど、D は平成27年4月1日 G に対し売買代金2400万円の支払いを受けるのと引き換えに D 保有株式を譲渡し、その株券を引き渡すと。この G さんというのは会社に都合がいい人なの、まあ、本当は会社の取締役が、ね、D さんから D さんに議決権行使されると会社に都合が悪いから、まあ、とにかく D さんの株式買い取って、ね、手放させたいんだけど、役員の方が自分でお金がないから買えないんですよ。そこでお金持ってる、まあ、G さんにね、役員の方からお願いして株買ってくれないかって話で、まあ、話進めてて、でそれで、もう一回今のね、本件契約の内容括弧1 D は、だからこれ契約の内容かなりね、悪いですよね。その取締役が、まあ、会社をなんかさ恣意的に支配しようとしてるような、そういう意図がもうふんだんにこう出てるね、契約内容になってますよね。まあそんな感じで本件契約 D は平成27年4月1日 G に対し売買代金2400万円の支払いを受けるのと引き換えに D 保有株式を譲渡し株券を引き渡すと。でこれが履行されるとね、会社にとって都合の悪い D さんが株議決権行使できなくなるんで、すごく都合いいんですよ、会社にね。で括弧に後者は、G が平銀行から D 保有株式の買取資金として800万円を借り入れることができるようね、G の平銀行に対する借入権債務を連帯保証すると。で後者は G に対し保証料の支払いを求めないと、まあ、本来こういう保証を会社がするんだったら保証料をまあちゃんとね、受け取るべきなんですけど、まあ、それをね、受け取らないでいいってことで、そこがなんか利益供与なんじゃないか、株主のね権利行使に関してなんか利益供与してるんじゃないかってところが引っかかるわけですね。でその中で次の括弧3 D は平成27年3月25日に開催される後者の定時株主総会において自ら出席せず A を、これ会社の幹部ですね、代表者 A を代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任するっていう感じで、とにかくね
会社側の A さんの都合のいいような契約、とにかく D さんに、ね、議決権を行使されると会社側の A さんすごく困っちゃうからね、まあ、そんな感じでこういう契約を、定めました。でそんな中でこの問題文の縦11のところです、これが本件決議1につながるんですけど、縦11、本件株主総会に ABC が出席した、 D は本件株主総会における議決権の行使に関する一切の事項を A に委任する旨の、ね、委任状を A に交付し、ほらね、これ D さんこの人議決権行使すると会社特に A さんの都合が、A さんの都合が悪くなっちゃう人で、この D さんから、ね、A さん委任状をもらって、でもう D さんは、ね、もうさっきの契約の通り自ら株主総会に出席しないで A が代わりに、ね、D の 株式をで代理行使すると、議決権の代理行使をすると、まあ、そんな感じでやってます。で次のところです。本件株主総会において C を取締役から解任する旨の議案は C が反対したが、A、B、D の代理人 A が、ね、もう D の株式も A が代理行使してますから A、B、D、A が賛成したことにより可決された。これが本件決議1というわけで、どうもね A さんなんかずるい手段を使って議決権増やして、でこれで本件決議1を、まあ、成立させてるんですよ。でここのところを決議取り消し事由との関係でどう考えるかということで、これすごい現場思考だと思いますね。でちょっと決議取り消し事由を確認しておきましょう。私のもう一つの、ね、投資レジュメの方につけておきましたので、これ本当に現場思考、事前にこういう時に、ね、どれに当たるかって本に書いてないから、ここはちゃんと自分で、ね、こういう状況なんかとにかくずるいことやってんなと、会社側の方で、ね、なんかずるいことやってんなと、じゃこれは一体取り消し事由のどこに当たるんだろうってこれ頑張って考えるんですよ。6法を引いてね、条文引いてね。でその取り消し事由の、ね、ところがですね、24ページのところなんですけども、商法の関連知識ね。で縦1の株主総会決議取り消しの訴えです。で1個目の、ね、ブロック矢印のところだけど、ほらちょっと関連問題ということで過去の出題ちょっと書いておいたんだけど、こんなに出てるんですよ。司法試験 H18、H23、24、25、29、30って、ね、連続で出るときは出るんで、とても司法試験的には、ね、この決議取り消し訴訟って大事な分野になってきます。でその取り消し事由が、ね、3つあるんですけど、この下のところですね、招集の手続きや決議の方法が法令か定款に違反するか、あるいは著しく不公正ね、これが831条1項の1号、1号取り消し事由という形で、まあ、覚えておきますね。受験対策上はね、1号取り消し事由ね、招集の手続きや決議の方法が法令定款違反、あるいはこの著しく不公正ね、でこれ頭の中に入れておいてね、じゃあ今回の今の事案がどれに当たるのかって考えていくんですよね。あとはこの下から2つ目のブロックですね、下の方見てください。24ページの下から2つ目、これ2号の取り消し事由なんですけど、決議の内容の定款違反、それから最後のところ、株主総会決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき、これね3号の取り消し事由なんですけど、これを現場でね6歩引いて、で今回の事案とにかくなんかね、会社の代表者の A さんが D さんに議決権行使されたらちょっと都合が悪いからってことで、さっきみたいな契約をね回して、まず自分の息のかかった G さんに、D さんが株式を売るようなまず契約を結んで、さらにその契約の内容としてとりあえずその売買がその次の株主総会までに間に合わないから、その D さんの議決権を、その A さんがとりあえず次の株主総会では代理行使できるようなそんな契約してるんですよ。でそんな中で成立した本件決議1、これがこの どこに当たるんだっていうのね、そこを考えさせる問題だから、こういうところで頑張ってね現場思考して点数稼ぐのね、だからなんか知識っていうよりやっぱ頭使ってね考えていかなければ、まあ、いけないんですよね。というわけで、まあ、今回これをちょっとご紹介したと思ったらね、こういうところちゃんと頭使って考えなければいけないんだよって話ね。でちょっと取材の指示戻って、今のところ趣旨にはじゃあどういうふうに書いてあるのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。まあ、結構方向性示してくれてるんでね、ヒントになるところがありますので、ちょっとじゃあそこだけ見て終わりにしましょう。商法はね、また2ページのところなんですけれども、22ページでね、1号って書いてあるよね。さっきのね、22ページの一番最後のブロックの下から数えちゃった方が早いですね。下から3行目ぐらいのところかな。本件決議1について株主総会の決議取り消しの訴えに関して当該利益の供与により本件、決議1が株主総会の決議の方法がね、まあ、法令に違反したもの、まあ、1号等を認めることができるかどうかについてね、検討をすることが求められるというところも書いてありますね。1号に関してはこれなんで1号かっていうと、例えばその決議の方法の法令違反でどこになると思います、ここのところっていうと、まあ、これ全体事案見ていくと120条1項が禁止している利益供与をやっちゃってるんじゃないか、結局この決議っていうのは利益供与を肯定するようなことになるんじゃないかとかね、多分そういうところで決議の方法の法令違反っていうところをやっていくんじゃないかと思いますね。あとはね、現場思考的には
おそらくね、著しく不公正、さっきの1号の自由で決議の方法が著しく不公正っていうのがあったじゃないですか。ここのところ不公正なんじゃないか、なんかねこう取締役の方が、自分の都合の悪い、ね、株主の議決権を排除して、でそれを代理行使させるような状況を作って、それで決議を成立させるわけですよ。そうすると決議の方法がなんか不公平な感じしません？でそれを著しく不公正だから、そういう形でおそらく1号、同じ1号でもね、その決議の方法が著しく不公正っていう構成もできるんじゃないかと思うんですよね。というわけで、ここは現場思考、とにかく大事なのはさっきの契約の内容を見て、なんか会社がずるいことやってるな、これをなんかいずれのね、さっきの1号2号3号の取り消し事情に絡めて自分の言葉で説明できるかどうかってところが大事だったというような感じがしますね。というわけでね、取り消し事情ちゃんと頭に入れて、でちゃんとその、ね、事案に即してね、その適切な事実を抽出して、で評価をしてあげることが、できるようになってればね、また、その取り消し訴訟のところが出た時もね、安心なのかと思いますね。とにかく頭を使うことがすごく大事ですね。この取り消し訴訟のね、取り消し事由しっかりと柔軟にね、こう適用できるようにしておいてもらえるといいのかと思いますね。特にやっぱさ、せっかく本件契約って形でさ、問題文に箇条書きされてるわけですから、あそこはちゃんと着目しなきゃいけないと思いますよ。でかなりずるい内容になってるからね、その会社の取締役の A さんにとってすごく有利な、状況になっちゃってますのでね、そこの契約の内容をちゃんと、見てね、それで取り消し事由のところを絡めてね、なんかずるいことやってんな、決議の方法ちょっとこれ著しく不公正なんじゃない、こういう状況を作り出してね、こんな契約を結んで、そういう状況を作り出してね、都合に悪い D さんが議決権行使できないような状況を作り出して、で A さんが D さんの議決権代理行使して、そんで成立させた本件決議、これは決議の方法として著しく不公正なんじゃないかとかね、そんな感じ、あるいは3号でも、ね、いいかもしれないけどね、決議について特別に利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく、不当な、決議がされた時も3号取り消し事由になりますけど、いずれにしろ契約の内容がおかしいっていうところね、そこの問題意識を持つことがすごく大事なんだと思いますね。で結論なんですけど、どの科目もね、出題の詩ってやっぱ完璧主義で、全ての論点大体書かれてますよ。でも本番の試験でね、想像してもらえれば分かると思うんですけど、2時間の試験時間で、しかも結構緊張してね、もしかしたら手が触れるかもしれないような、そういう状況の中でさ、問題見た時にこの詩に書いてあるようなことを結果的に全部書けるはずはないんですよ。結構落とすと思います。でもその中で順番がね、1番からビリのところまでついちゃって、行くわけなんで、なんで合格するためにはまずこの趣旨の通り完璧に書く人は絶対ないんですよね。その代わりこういうちょっとこう事案をね、うまくこう生かして、基本的なところから、今回の事案だったら、決議の取り消し事由1号2号3号ぐらいは基本知識で事前に入れておくようなことですから、そういう基本知識を生かして事案に食らいついて、答案書いてね、それで十分合格できるのね。100点満点で大体60点ぐらい取れるようなイメージでいいんですよ。合格するにはね、60点取っても結構上の方で分かるわけですからね。なんでこれ全部ここに書いてあることを書こうとしなくていいです、本番の試験ではね。もちろん事前の勉強ではちゃんとやっておいてくださいよ、後で復習するときにね、いつか丁寧にやってもらいたいと思いますけど、でも本番の試験はそういうものなんで、あんまり心配しなくていいね。その代わり意識としては、そういう基本的な知識を生かしてね、ちゃんとその問題文の事実関係をちゃんと拾ってうまくこう書いてやろうという、そういう意識は絶対忘れちゃいけないのね。で今回だったら本件契約ってせっかくあんな目立つように書いてあるわけだから、あそこをちゃんとね意識して、その基本知識に載せてね、取り消し事由のところを載せて、書けるようにね、するそういう意識を持っておいてください。何でも細かい知識でやろうとしたら本当に勉強が際限なく広がってしまって、書いて合格遠くなっちゃうからね。さてで今度設問3です。あ、すいません、民訴法の方いきますね。民事訴訟法に関してはですね、今後役に立ちそうな問題としましては、比較的ね、補助参加、設問3ですね、補助参加のに関する問題って結構出てるんですよ。過去問的品質なんですよね。一応ちょっと概要だけ見ていくとね、28ページのところなんですけれども、出題の趣旨ですね、でまずね、2個目のブロック、設問1のところは債務不存在確認訴訟、債務の一部不存在確認訴訟をテーマに、二重起訴の禁止の問題とかね、あと共同不法行為なんで債務者がちょっと2人、いるんで、このね被害者の方がね、その2人の加害者に対して、各自ねこの損害賠償をこう請求するってことになると、被告が2人いるんで共同被告の事案になるんですよね。ですので、ちょっとこう通常共同訴訟の事案ね、そんなところも出してね、で基本的なところをちょっとこう聞くような問題になってますね。ちょっと題材がね、債務の一部存在確認訴訟っていう点でまず受験生ちょっと慣れてないからびっくりしちゃうかもしれないんですけど、そこのところさえ処理できれば、あとは普通に二重起訴の問題とか、今言った通りその、共同被告2人被告がいるんでね、その多数当事者訴訟の基本的な知識のところを使ってね、問われていることに答えられるような問題になってましたね。なのでちょっと時間がないんで、今日ちょっと説問1本格的にやるつもりはなかったんで、ちょっと概要だけ言っておきますけど、債務の一部存在確認訴訟
の時に結局ね二重基礎の問題を聞きたいがためにたまたまちょっとこう債務の一部存在確認訴訟っていうのを題材にしてるんだけど、訴訟物さえ特定できちゃえば別にこの事案の特殊性がそこのところ消えちゃうんですよ。債務の一部存在確認訴訟って形でちょっと普段皆さんがあまり見てないようなところから出されてるけど、そういう訴訟の訴訟物さえ特定できてしまえばあとは普通に給付訴訟やってて二重基礎されたのと同じような問題になっちゃうんで、あんまりねこう特殊な処理をすることはありませんので、まあその訴訟物の特定の仕方は押さえておけばいいんじゃないかと思うんですよね。でそれは書いてありますね、28ページのところですけど、債務の一部存在確認訴訟のね訴訟物の捉え方は2つ目のブロックの2段落目ですね。 B の訴えの訴訟物は例えば判例による訴訟物の捉え方を踏まえると損害賠償の額がね全体で400万あるかもしれないというふうに思ってるんですよ。被害者の方はね、まあ、自分は400万請求できるっていうふうに思ってるの。でも加害者の方はそんなに損があるわけないだろうと、せいぜいあっても150万だってことで、まあ被害者のは400万損害受けたんだ、で加害者のはそんなにない150万なんだって形で、まあ、ちょっとこう争っちゃってたんですよね。でそんな中で、こちら、今回ね加害者の方から先に債務の一部存在確認訴訟を起こすんですけど、この150万を超えてはね、その債務が存在しないんだと、400万のうち150万を超えては、まあ、債務は存在しないんだってことを確認求めたんですけど、そういう事案の訴訟物って何ですかって話なのね。そこさえ特定できればあとは普通に二重基礎の問題とかあとは多数訟訟訴訟の問題とかが処理できるようになってます。でそのね今の訴訟物のところの話をじゃあちょっと簡単にねお話しすると、債務不存在確認訴訟っていうのは給付訴訟の裏返しのものというふうに言われてます。もう完全に裏返しですから実際一緒なんですよ。100万円の貸金返還請求、債権者の方が、まあ、訴え提起するんだったら消費対策規約に基づく例えば100万円の貸金返還請求権、あるいは4コインに基づく100万円の損害賠償請求権で、それを債務者の方から起こすんであれば同じその請求権ね、同じ債権債務を捉えて、その100万円の債務の不存在確認訴訟という形でやってきます。ですので訴訟物完全に同一です。というわけでね、給付請求に対して例えば100万円の給付請求に対して100万円の存在確認訴訟を起こすと、完全にそれ表裏の関係にあると言われてるんでね、給付訴訟と債務存在確認訴訟は表裏の関係にあると言われてるんで、完全に訴訟物が同一ってことになっちゃうんで、基本的に二重基礎の禁止に触れることになっちゃうんですよね。まあ、そんな中で判例実務の方では、まあ、反訴提起してればまあ事実上ね矛盾判断されることがないから、その二重基礎の禁止の趣旨に反しないから OK とか、まあ、いろんなこと言われてるんだけど、まあ、そういうのがまず基本的なところになります。でそういうの書いてありますね。で債務の一部存在確認訴訟の場合はじゃあどう考えるかというと、やっぱね給付訴訟の裏返しっていうところから考えていくんですよ。例えば400万円のうちこの、債務者の方はね、まあ、自分に150万円あるってことは認めてます。でその残りの250万円のところはないんだっていうふうに、まあ、言ってるんですよ。そういう時逆に今度じゃあそれを請求する加害者の方はどういうことを言うかって言ったら、じゃあその250万円も払ってくださいっていう形でその250万円のところの給付請求、まあ、してくるわけですよね。というわけで、ここのところ、まさにその債務存在確認訴訟と給付請求っていうのは全くね表裏の関係になっているということなんで、債務者の方が認めてくれるところはそこはそこで置いといて、債権者の方は認めてくれてないところをまあ請求するんですよ。なので今回は債務者の方が150万は認めてくれてます。ところがそこから先のね400万までのところ、まあ要は差額の250万円のところまあ認めてくれてないんで、そこの250万円のところの不存在確認を本来ね、加害者の方は被害者の方は250万円のところの給付請求をすることになってきますよね。まあ、そういう構造になっているということを頭の中に入れてで考えるんですよ。で本件の訴訟は債務が上限400万のうち150万円を超えては存在しないことの確認を求めているんですけど、その辞任額のところって訴訟物にならないの。争ってないところは給付してもしょうがないから、給付請求逆に債権者の立場からやってもしょうがないから訴訟物にならなくて、その争いがあるその全体400万のうち辞任額の150万円を除いた残りの250万円のところね、そこが債務不存在確認訴訟の要は訴訟物になってきます。それをこの、表現が、ね、どうなっているかというと、設問1ではというこのブロックのところの、2段落目 B の訴えの訴訟物はとなっているところの、3行目ですね、 A の B に対する400万円の支払い請求の訴えのうち150万円を超える部分については、でこれ二重基礎ね、事件の同一性が同等なことだというのは、要は訴訟物が一緒だから二重基礎に当たるよということを言ってるんですけど、まあ、逆に言えばこの、ね、150万円を超える部分のところだけが、まあ、訴訟物になってるんだというところ、逆に言うと辞任額の150万円のところは訴訟物になってないんだというようなことが、ね、それ前提になってますので、まあ、そういうところをやっていてください。まあ、促進ピット講座の方で、ね、債務の一部存在確認訴訟の訴訟物の特定の仕方を教えてるんですけどね、まあ、結構基本的な知識になりますので、まあ、そういうのを念頭に押さえてもらえればと思いますね。
で、あとはですね、ちょっと私が気になったこととかは、中央、例えば28ページの一番下、中つけたりとか、いろいろやってるんで、後でね、余裕があったら見といてもらえればと思いますね。とりあえず今日ちょっとね、1科目10、17分程度しか喋れないので、あんまり本格的な話ができないのが残念なところでありますけどね。で、あとはですね、設問2がね、これが文書提出命令の話で、で、これはちょっとまあ、多分しばらく出ないのかな、ちょっと論点がピンポイントすぎちゃうから、まあ、設問にはちょっとしばらく、出なさそうなんでね、ちょっとこちらの方では、ちょっと説明割愛。で、また今後ちょっとすぐ出そうなのは、30ページの最後の設問3のところですね、まあ、これはちょっと補助参加の話なんですけど、過去問はね、結構補助参加絡みの問題すごく出てるんですよ。まあ、補助参加って形で出さなくても、補助参加がされて判決が出ると参加的効力っていうのが生ずるというのが基本知識で学ぶところであるんですけど、その参加的効力ってね、結構いろんな時に発生するんですよね。例えば訴訟告知をした場合、仮に非参加人が参加しなくても参加できた時に参加したものとみなされて参加的効力が生じたりとか、そういうのすごく出てますね、司法試験の方でね。というわけで、補助参加そのものが出なくても訴訟告知をされた場面とかね、あるいは直接的にその参加的効力が及ぶ範囲を聞くような問題とかが結構出てます。近年もね、出てますね。というわけで、この補助参加のところはね、どんな形で問われても答えられるようにね、しっかり復習しておくといいと思いますね。にもかかわらず30ページの出題ちょろっとしか書いてないのね。これはあれでしょうね、あんまり情報を具体的に書きたくないんでしょうね。試験出しにくくなっちゃうからね、あんまりこう具体的にやっちゃうとね、ここのところはもう、こうヒントくれて、あとはちゃんと勉強して今後の問題にね、対応できるようにね、しっかりと理解しておいてくださいよって、もしかしたらメッセージかもしれないね。要はさ、今後しばらく出なさそうなやつすげえ長く書いてあるんですよ、この上の文書提出命令のところとか。あとその今のね、設問1のところ、出ないとはちょっと言い切れないけど、まあでもまあまあ丁寧に書いてありますよね。で、設問2のところすごい結構丁寧に書いてくれてるんですけど、それに比べてちょっと設問さんが雑なのかなと思うんだけどね、ここは多分しっかりね、勉強しててほしいという感じね。出題頻度もすごく高いところでありますのでね。で、ちょっと補助参加の基本を確認していきましょう。31ページ。これも私口の今年の促進プト講座のテキストからちょっとね、抜粋してきました。補助参加というところで、括弧1です。42条がスタートになりますけど、訴訟の結果について離岸関係を有する第三者は当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができるんだということでね、補助参加を規定しておりますね。で、補助参加の要件としては、この次のところですけど、補助参加は補助参加による訴訟行為をすべき裁判所に、補助参加の申し出を、してやります。で、その申し出は、これ今回のね、設問3の括弧はの答えになりますけど、補助参加の申し出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為で、かっこね、それは攻撃防御方法の停止とか、あと上訴の提起で、本件これ聞かれてますね。一審で補助参加してなかった人がね、もうすでにね、この当事者の判決が出た後に、上訴、補助参加を申し立てつつ上訴できるかどうかということを聞かれてるんですけど、これは条文上でできることになってます。というわけで、補助参加の申し出はね、補助参加人としてすることができる訴訟行為で、一例として上訴の提起というのがあるんですけど、とともにすることができると。で、これが分かってるとね、このままちょっとここを開いたままね、問題文見てください。この設問3の括弧がこのままこれが答えになりますね。問題文の方ですとね、27ページになるんですけど、27ページに設問3ってありますよね。で、 C の主張の括弧は及び括弧のそれぞれの等比を検討し、兵高裁の受訴裁判所がこの控訴の適法性についてどのように判断すべきかを論じなさいとなってます。で、括弧あってのは26ページの下から3行目にあるんですけど、途中のとこですね、26ページの下から3行目の括弧は、第一審で補助参加していなかった B が A のために控訴することはできないって主張して、で、控訴が不適法って言ってるんだけど、さっき言った通り補助参加とともに控訴できるんで、さっきの条文指摘してね、あ、これ適法なんだっていうことで話は終わりますね。で、肝心なのはね、やっぱその参加的効力、補助参加の利益がその範囲がね、メインでかっこいいのところで聞かれてるんですけど、そこの基本的な話をじゃあちょっと私のもう一つのレジュメ、講師レジュメの31ページのところで確認して終わりにしておきましょうか。で、今回元ネタになってる判例つけておきましたのでね、これ、まさにこの判例ほぼそのまま出てるのがこの今回の設問3なんですけどね、後でちょっとご紹介します。31ページのところで補助参加の要件かっこ2のところですね。で、要件としてはこのね、3つ目のブロックで、補助参加の申し出丸1で、丸2、補助参加の利益ですね。で、これは括弧分けだけど、訴訟の結果について利害関係があることで、特にこの訴訟の結果をどう捉えるかに関しては大きく2つの考え方があって、それが次の、ブロックのところですね。次のブロックの3行目、判決主文括弧訴訟物の判断に限定されるっていう、限定説、それと判決理由中の判断も含まれるっていうね、非限定説とで分かれてます。で、本件ここのところが結構メインで、こう事例処理に必要な知識になってますね。この補助参加の利益が、訴訟物に限定されるのか、訴訟の結果っていうのは訴訟物に限定されるのか、それともこのね、理由中の判断も含まれるのかどうかってところが大きく、影響するところになってます。
で、まあ、ちょっと後のところはねちょっと割愛して33ページ見てください。これこの判例がほぼそのまま今回設問3で出ております。もうほぼこのままです、この判例ね、まあ、これ促進ピット講座の方でご紹介してた判例なんですけどもね、こちら33ページのものになってますね。でこの下の図でね確認しますと、今回の事案と似てるんですけど、まずあの不法行為の被害者 X さん1人で加害者2人いるんですよ。で、まあ、Y1、Y2 ってことになってますね。でそんな中で、まあ、とりあえず X がね、Y1 と Y2 を共同被告として、まあ、損害賠償請求、まあ、して、いたんですけども、そんな中で、Y2 の方が、このね、Y1 が勝訴したんですよ。で Y1 は控訴しなかったのね。 Y1 勝ったから勝訴し、あの控訴しなかったんですけど、そんな中で Y2 が後で Y1 にね、自分がまああの後で X に損害賠償請求したときは後で Y2 が Y1 に求償しようと思って、このままあの XY1 間の判決が確定したら困っちゃうから、何としてでもね上訴して X を勝たせなければいけないということで、 Y2 さんは、この X の方にですね、控訴申し立てと同時にあのこの保持参加と一緒に控訴の申し立てをしたんですよ。でそんなことができるのかどうかということで、まさにあの今回の司法試験の問題と全く同じようなあのところが出てました。で大雑把な話をすると、この上のね 長いブロック、これちょっと全部読むと大変なんで、あのとにかくポイントは求償権確保のためなんですけど、補足するとっていう最後の段落見てください。補足すると、本件の補助参加は共同不法行為の加害者である共同被告の一方の Y2 が他方の Y1 に対する将来の求償請求のために原告である、ね、被害者 X に補助参加してですね、 Y1 にも過失があると認めさせてね、で X の Y1 に対する請求につき、ね、請求棄却判決がされるのを阻止しようとしたものだと。で訴訟物レベルで見ますと、これが、ね、限定説と非限定説で分かれてくるんですけど、訴訟物レベルで見ると X の Y1 に対する不法行為に基づく損害賠償請求権、これ訴訟物なんですけどね、 X の Y1 に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の損否は、別にほらあの共同不法行為とはいえ、あの X の Y2 に対する訴訟物は全くあの別個の権利ですからね、同じくあの不法行為に基づく損害賠償請求権なんでね、あの共同不法行為の事案でも訴訟物は結局あの709条って言われてるんですよ。709条の、ね、不法行為に基づく損害賠償請求権って言われてます。だから X が Y1 と Y2 にそれぞれ訴え提起した時でも、 XY1 間の訴訟の訴訟物はまさに XY 間の不法行為に基づく損害賠償請求権で、今度 XY2 間のところも普通に709条でね、XY 通貨の損害賠償請求権で、これがねちょっと民法の話になっちゃうんですけど、まあ、これが共同不法行為ってことになるとね、まあ、判例はあの主観的関連共同まで、被害者救済の観点から主観的関連共同まではいらなくて、客観的関連共同、社会通念上は1個の行為と見られればまあいいんだってことになってるんだけど、それが認められるとね、単にねあのその各その共同不法行為者の債務が不申請連帯債務になって、被害者の方が各人に対して全額請求できるというただ効果が出るだけなんですよ。でも基本本質は709条に基づく損害賠償請求権なのね。なので今回の問題との関係、訴訟物限定説とか非限定説とかの関係で言うと、XY1 間の訴訟の訴訟物の損費は一切 XY2 間の訴訟物の損費に影響しないんですよ。あとその逆もしかりね、 XY2 間の訴訟物の損費は一切 XY1 間の訴訟物の損費に影響しない。つまり判決主文の判断、訴訟物だって限定しちゃうと一切ね、一つの一方の訴訟が他方の訴訟の方に影響を与えることはないことになっちゃうんですよね。まあ、それを前提にじゃあもう一回補足するところを見てください。これあの民法の知識だね、あの民法の知識ないと厳しいと思うんだけどね、まあ、そんな感じで補足すると、本件の補助参加は、まあ、共同不法行為の加害者である共同被告の一方の Y2 が他方の、ね、Y1 に対する将来の求償請求のために原告である被害者 X に、ね、補助参加し、 Y1 にも過失があることを認めさせ、 X の Y1 に対する請求につき請求が判決がされるのを阻止しようとしたものだと。で訴訟物レベルで見ると、ね、X の Y1 に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の損費が X の Y2 に対する同損害賠償請求権の損費や Y2 の Y1 に対する求償権の損費に影響しないので、ね、まあ、訴訟物限定説からは本件 Y2 に補助参加の利益を肯定することは困難だということね。で本件で補助参加の利益を肯定した最高裁ね、利益肯定してるんですけど、その場合あのちょっと限定説からはこの最高裁の結論を導けないので、まあ、非限定説からね導けるというような分析がされてますね。ただし最高裁あの法律論レベルで限定説を取るのか非限定説を取るのかってことは明示一切してないんです、これまで今現在までね。なので、まあ、実際何説取ってるのかは分かんなくて、現にあの判例見てるとね、あの各見解それぞれと整合する判例が出てるんですよね。で少なくてもこの今回の司法試験の設問3の事案と類似するこの昭和51年の、ね、まあ、判例に関しては、まあ、非限定説と整合するようなあの判詞をまあ取ってますね。まあ、こういうのを理解した上で、まあ、設問、ね、誘導のって答えていくことが求められておりましたね。
というわけで、まあ、どちらか基本知識が入ってないともう手も足も出ないというところでもまあ一緒なので、まあ、ぜひ、ね、インプット段階のところであんまり手を広げなくていいですから、あの理解の深さが大事なんで、結局ね、司法試験問題文見て分かると、あのちょっと想像できるんじゃないかと思うんですけど、なんかちょっと軽くさ、なんか丸暗記したような知識で、さっきの商法のさ、決議取り消し中とかもそうだけど対応できないじゃないですか。こういう問題初めて見たときに対応できるためにはね、じゃあどれぐらいその指数のインプットしておかなければいけないのかっていうのを、その逆算してぜひ想像してもらいたいんですよね。でそういう時やっぱ手広げちゃいけないと思うんですよ。範囲絞って大事なところを徹底的に理解すると、付け焼き刃のね、なんか意味も分かんないことを丸暗記しても、多分本当にこれ自分で想像してほしいんですよ、皆さんにね。この問題試験の現場で初めて出されて、緊張してる中で手が触れてるかもしれないような状況の中で処理できるかどうかって話なんですよ。で処理するためにはやっぱり深い理解ね、まあ、知識絞ってもいいから、多少論点落としてもいいから、まあ、自分書けるところをねしっかり書けるように、まあ、した方がまあいいんじゃないかというふうに思いますね。さて、じゃあ民訴の話はおしまいで、今度は刑訴の話をします。あ、すみません、刑法ですね。刑法のお話をします、36ページのところになりますね、刑法もね、これまた随分あの憲法と一緒で傾向が大きく変わりました。まあ、憲法に関しては、まあ、傾向が変わったというか、まあ、出題形式がね、設問の形式が変わりましたよね。憲法はさっき言った通り、今までずっと憲法訴訟の場面を、設定してね、原告の立場と被告の立場と自分の見解、それを条例立案段階のして、の場面にして、まあ、法律家の意見を求めるんだけど、結局判例とか主要な学説を踏まえて論じるっていう点では、あの従来と変わってないからあんまり実質的な変更ないんだけど、刑法はね、ものすごく大きな変更がありました。あの従来のね、平成29年までの刑法の司法試験の論文試験というのは、例えば刑法って論点いくつかあるじゃないですか。例えば相続のところで、相論のところで言えば、まあ、最初実行行為のところだったら不審性、あの不作為違反の話とか、あとは、その早すぎた構成要件の実現とかさ、その他いろいろね、あの各あの違法性のところだったら正当防衛で、じゃあ例えばその防衛の意思ってのはどういうものなのかとかさ、いろいろ論点あったでしょ。でその論点を、要は多くの受験生はなんか論証集みたいなもので、まあ、その丸暗記しておくわけですよ。例えばじゃあ防衛の意思ってのは何ですかって言ったら、まあ、急迫性の侵害を認識しつつ、それを避けようとする単純な心理状態なんだとかね、とにかく、まあ、意味も分からずとりあえず丸暗記するわけですよ。でそんな中で、まあ、問題文を見て、あ、これは正当防衛の問題だ、じゃあちょっと要件を立ててね、まあ、まず構成要件該当性認められなきゃいけないから、まあ、構成要件該当性を認定して、でじゃあ次に正当防衛が成立するかを検討する。でこれで要件でさ、まあ、正当防衛 の、 あの36条1項の要件、まあ、まず急迫性の侵害があるかどうか、まあ、法益侵害が現に、まあ、存在するか、あるいは切迫していることを言うということで、これで当てはめして、一回ね、その要件を満たすかどうかやって、じゃあ次に防衛の意思があるかどうかということで、今のね、希薄性の侵害を認識しつつ、それを避けようとする単純な心理状態をまあ言うんだって、本件どうなんだという形で、あと最後にやむを得ずした行為はどうなんだ、まあ、防衛手段としての必要最小限度のことを言うんだと、これは具体的には、例えば武器対等の原則の観点から判断するか、まあ、その他いろいろ規範を立てて、で当てはめをしてね、でその要件を満たすかどうかということをやってきましたよね。で、その時の、一つのポイントなんですけど、皆さんね、意味を分かってない。なぜその防衛の意思の内容がそのね、希薄性の侵害を認識してね、その単純、その単にね、その危害を避けようとする単純な心理状態、まあ、それを防衛の意思というのか、あるいはその、やむを得ずした行為、防衛、その正当防衛の最後の3つ目の要件ですけど、なぜそのやむを得ずした行為というのが、まあ、防衛手段としての必要最小限度性、要は相当性のことを言うのかとか、意味も分からず、とにかくさ、本に書いてあることをさ、まあ、丸暗記して、ただ貼り付けて、で当てはめま勝負だよね、その時ね、刑法の理論のところも丸暗記して当てはめ勝負、そういう形でずっとやってきたんですよ。ところが30年はそれができないようになりました。ちゃんとその刑法理論のところをしっかり、まあ、考えさせるような、まあ、形式に、ここがガラッと大きく変わりましてね、今後はインプットの段階でちゃんと、なんでこのね、論点に関してはこういう規範で処理することができるんだろう、例えば象形的共犯の、まあ、ところで言えばさ、因果的共犯論の、まあ、ところから言えば、あ、例えばあ、このね、先行者がなんか強盗かなんかの暴行を空白をして、で犯行抑圧状態にして、でそんな中で後でね、高校者と先行者が共謀して残りの財物雑誌に、まあ、こう関係した時にですね、後から入ってきた人に、まあ、強盗罪の象形的共同性案が成立するかどうかってことを考える時にさ、まあ、とりあえずその、まあ、因果的共犯論ということから考えていくと、共犯がね、なんで全部責任を負わされるのかって言ったら、やっぱみんなで全員で結果に対して因果性を与えたところに求められるわけですよね。そういうところから、まあ、考えていくと、結局高校者っていうのは自分が因果性を応用していないことについては絶対責任を負わないんですよ、理論的に考えていくと。でそれをじゃあ今回の強盗の事案で言うとどうなるかっていうと、例えばその暴行脅迫から致死傷の結果が生じたとしますよね。でその後、まあ、高校者が入ってきて、で財物出しだけ一緒に
にね先行者と共同してやったときに後ろの人に対してねあその後ろか後から入ってきた人に対して単に強盗罪の承継的共同正犯ではなくてねその強盗致死傷罪の要は死傷の結果もね含めて記載させて強盗致死傷罪のじゃあ承継的共同正犯が成立するかどうかってことを考えたときにそこもねちゃんと理論的に考えておかなければいけないんですよ。で因果的共犯論を取る以上は絶対に高校者っていうのは先行者がすでにこう作出した行為と効果についてはもう絶対に、ね、責任を負わないわけです。で例えばその暴行脅迫によって傷害結果が出たんだとしたらそこには基本的には因果関係を及ぼし得ませんのでそこに対して高校者が責任を負うというのは理論的に考えるとまあないはずなんですよね。でこれにの参考になるのがあの有名な、ね、承継的共同正犯のところのすごくリーディングケースになっている千葉裁判官 の補足意見も出ている平成24年 の最高裁決定です。傷害事件ね、まず先行者が暴行して相手怪我させます。でその後高校者と共謀して今度は一緒になって暴行してまた別の怪我をさせます。でその時に後から入ってきた人を起訴されたんですけどその後からまあ一緒にねあの先行者と共謀してやったもちろん傷害は起訴されて当たり前なんですけどその先行者が先にあのやった暴行から出た傷害についてもまあ起訴されてでそこについて責任を負うかどうかでそこは責任を負わないんだって言ってましたよね。まあそこのところなんでかって言ったらやっぱりその先行者の暴行から生じたその行為と結果からね生じた傷害結果に絶対因果性を及ぼしていないからだからそこは責任を負わないんだってことを24年決定は言ってます。でそれをまあやっぱり強盗致傷罪の事件のところでも同じ理論でしっかり考えていかなければいけないはずなんですよ。でそれを考えたときにまあ、暴行脅迫から仮に、ね、致死傷の結果が生じたとしたらその今の24年決定を参考にして考えるとその致死傷の結果のところで絶対因果性を及ぼしないのだからまず少なくても後から入ってきた人は暴行脅迫してない限りねその死傷の原因を作り出した暴行脅迫を作り出してない限り強盗致死傷罪の共同正犯では絶対追わないんですよね。承継共同正犯として暴行致死傷罪の共同正犯では絶対追わない、まあ、はずになってきますよね。じゃあ今度強盗の範囲で追うかっていうとそこの因果的共犯を徹底的に貫くとやっぱりその暴行自体に関与できない因果性を及ぼしていないということになったら強盗罪の本質的な、ね、その実行行為の一つである財物奪取に向けられた相手方の犯行を抑圧する程度の暴行脅迫をやってないことになりますので、まあ、絶対に強盗の責任を負わせられないことになっていくんですよ。だ理論を貫くとそこになります。これがまずね承継的共同正犯否定説なんですよね。で学説は結構有力なんですよ。平成28年の司法試験でしたかね確か承継的共同正犯の問題がメインで出てましたけど出題の趣旨にも、ね、やっぱ否定説からの当てはめがすごく書いてあったんだよね理論的な話でね。でもちろんあの判例は中間説じゃないかっていうことを言われてるんで中間説の方も書かれてちゃんとそっちからの理由もまあ多少ね書いてありましたけどでもまず理論をちゃんとね否定説がまずまあ本拠地であって中間説でいいんですけど最終的には中間説でもいいんですけどちゃんとそのなんでそうなのかってことを理屈ね反対説も踏まえて押さえておかなきゃいけないそういう大事なところに関してはね。ですので刑法はまあ今後ねそういうような勉強あの手を広げるってことじゃなくて既存の皆さんが知ってる論点をちゃんと本当にそこ自分は理解してるのかってことを確認しながらねインプットし直さなければいけないと思うんですよね。今までは丸暗記のところをね、別にこう知識を広げる必要はないんですけど本当にそれでいいのか例えば不審性不作違反の例えば殺人罪でね不審性不作違反で実行行為性検討するときに、まあ、要はなぜそれがねあの処罰されるのかっていったら作為と同化したその不作為がピストルやナイフで人を殺すのと同じねそういう作為による実行行為と同価値なものだからこそ実行行為性がまあ肯定されるわけなんですけどその、実行行為性というのはどういうあの判断枠組みでまあ認定されるのかっていうと、まあ、まず法は不可能を強いないから作為の容易性可能性がないといけないっていう話になってきますしさらにね、刑法っていうのは処罰を、ね、相手に与えるものでありまして道徳的なものではありませんのでやはりその刑法的な処罰の根拠に値するような作為義務法的作為義務はないといけない刑法的な法的作為義務はないというふうにいけないというふうに言われてますよね。でそういう刑法の処罰に値するような法的作為義務を基礎づける、ね、発生根拠っていうのは一体どういう要素があってで各その考慮要素っていうのはどういう関係にあるのかどうかそういうところも含めて、ね、考えていかなければいけないはずなんです。でこれからそういうことをちゃんと考えないとすいません、はい、ここちょっと一回すいませんね音がうるさくてすいませんでしたちょっと今ねあの力を入れすぎて喋りすぎて手が触れてしまいましてどうも失礼しました、はい、というわけでねあの、まあ、作為義務にもねいろいろ考慮要素作為義務の発生根拠いろいろその発生根拠ありますけど、まあ、どういう理由でそういう要素が求められ、そして、その、ね、各その考慮要素の関係がどうなっているのかというところをね、まあ、しっかりと、まあ、考えていかなければいけないそういう問題になっているのかなというふうに思うんですよね。でちなみに今回の司法試験の、まあ、ちょっと大雑把な話で設問2のところであのその不作為の殺人なのかそれともその保護責任者遺棄不作為の、ねまあ、遺棄ということで保護責任者遺棄なのかどうかというのが一つ、まあ、問題になってます。でその時さあのこれ皆さん、まあ、今日ここに来てる人は多分
ある程度勉強が進んでる人だと思うので、まあ、ちょっとそれ前提にねお話しさせてもらいますと、殺人罪のさ、まあ、不作為違反が問題となっている時のその作為義務ってどういうものが要素になってきますかねって話なんだよね。でそういう時に、まあ、一番大事なので大体ねその排他的支配ね、その法益に対する排他的支配っていうのはすごくまあ大事な要素になりますけど、それ以外にもね、例えばその危険をその喪失した先行行為があるかどうかとか、あとはその保護を引き受けたとか、まあ、そういうところがまあ一つ問題になってくるんですよ。でそういう時に今回の問題ね、排他的支配はあるんだけど、それ以外の要素がね、まあ、親子関係にあるぐらいのところ、法令上の形式的なまああの要素なんだけど、親子関係にあるところ以外はなんか先行行為とか保護の引き受けがなさそうな事案出してるのね。後でまあちょっとあの一回問題文自分で分析してもらえればと思うんですけどね。でそういう時に例えばその作為義務の考え方に関して、まあ例えば排他的支配は絶対必要で、他にねそれ以外にも例えば先行行為とか事実上の引き受けがなければいけないんだという見解に立っちゃうと、本件で殺人罪の作為義務を肯定するんだったら結構難しい方向になってくるんだと思うんですよ。後でちょっと事実分析してもらえればと思うんですけどね、まあ、無理して認定してね、例えばなんかちょっとこう声かけたところがあって、その声かけたことによってちょっとフラフラ危ない崖の方に歩き始めてったから、それをまあ先行行為で捉えられなくもないかもしれないんだけど、まあ、いずれにしろまあうまくね、あのそういうあの考慮要素がどういう関係になっているのかどうかってことを意識しながらねやっていかなければいけないよね。で私の即身プト講座の方でまあやってる、 あと一応ここにあれかな貼っときましたね、あの作為義務の、ね、関係がどうなってるかっていうところで、今ね結構有力なのは排他的支配は、まあ、絶対いるんだけどね、この42ページのところなんですけど、まあ、ちょっと長いから読むのをちょっとやめてきますけど、排他的支配はね、まあ、絶対いるんだけど、これだけであの殺人罪の作為義務を肯定しちゃうとさ、例えば皆さんが家持ってて、で、まあ、一人暮らしでさ、で庭がね壁で囲まれて外からまあ見えない状況になってるとしますよ。でそういう時に見ず知らずの人がなんか庭で倒れてると、でそうするとさ排他的支配があるんですよ。でそれでまあなんか死んじゃうかもしれないなって、まあ、密室の声ね、まあ、死んでも構わないみたいな感じで、ちょっともう通報するのもめんどくさいし、まあ、死んじゃったら死んじゃったでいいやみたいな感じで、まあ、密室の、ね、殺意を持っちゃったとした時にね、じゃあそれと現に死んじゃった時になんかそれで殺人というのはちょっと不合理なんじゃないかっていう発想があるんですよ。なので排他的支配だけでちょっと作為義務肯定するんではなくてね、なくても排他的支配の他にあの保護の、まあ、引き受けとか先行行為を要求しようじゃないかという立場が結構有力になってますね。これあの応用刑法、あの基本刑法って受験生使ってる人が多いんだけど、その基本刑法をねあのこう編哲されてる責任者の大塚博先生が今法学セミナーの方で、あの応用刑法って言ってもっと理論的なあのことをねあのこう緻密にねあのこう分析してるあの記事をちょっと出してるんですけど、そちらの方で結構こういうのちゃんと書いてありますね。でおそらくねこういうのが分かってると本件の場合どうなのかっていうところ、例えばあの今みたいに考慮素1個だけでも作為義務認めるという見解もあるんですよ。これあの私の、42ページで言うと一番上の方、実質的一元説ってやつね、 2,3 行目ぐらいのところなんだけど、まあ、実質的一元説を取れば、まあ今回の事案でも容易にね、まあ、排他的支配は確実にあるんで作為義務肯定できそうなんですけど、今言った通りね、あの見ず知らずの人が、まあ、庭にいる時にね、まあ、放置してそれで死んじゃって、なんか殺人罪ってのもなんかちょっと不合理だなっていう風になってくるから、まあ、そういうところを踏まえてね、まあ、作為義務の構造がどうなってるのかっていうのはちょっとこう考えていくといいのかと思いますね。あとね今回の設問には保護責任者遺棄罪と殺人罪のまあやっぱ違いのところをメインで問われてるんですよ。でそこを考えるにあたって、まあ、大事なのは、まあ、次にこのレジュメで言うとあの43ページのところですけどね、まあ、不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪とのまあ区別っていうところですね。で基本的には伝統的にはね、あの客観面じゃなくて主観面、要は殺意の有無であの区別しているというふうに言われてます。伝統的にはね、まあ、昔の判例でもあのそれがあって、その後特に判例変更されてないんで、伝統的にはね基本的にあの、不作為の殺人と不作為の保護責任者遺棄致死、何で区別するのかって言ったら、殺意の、まあ、有無で、区別するとまあ、いうふうに言われてます。それが43ページの一番上のブロックの1段落目のところですね。でこのあとね2段落目のところなんですけど、保護責任者遺棄罪の保護義務と殺人罪の不審者不作為違反の作為義務を、まあ、同一するということはね、それを各組の違反が人の死を、ね、発生させる客観的な危険の性の点でね、同じ程度のものを、ね、意味するというふうに評価されると、でこういう、ね、見解に成り立っているということになってきます。ただね結構学説の方からはこういう伝統的な見解というか、まあ、判例実務の、まあ、立場に対して批判が強くてですね、そういう問題意識がこの次のところ、これ平成22年の取材の趣旨なんですけど、まあ、この辺のところからちょっと問題意識が出てましたね。これもね同じような感じ、不作違反なんだけどね、殺人なのか保護責任者遺棄致死なのかで
あの問題になったんですけど、不作為とする場合、不作為による殺人罪または保護責任者遺棄致死罪の成否が問題となると。で、両罪を区別する基準として殺意の有無とする、ね、考え方、これはまあ伝統的な、まあ、考え方ですね、まあ、判例の立場というふうに言われることもありますけど、殺意の有無を考え方、あとは作為義務の程度によるとするものの考え方などがありますが、いずれの立場に立ったとしても殺意の有無など関連する事実を認定する事案の当てはめを行うことが求められると。で、この22年の取材の形式の時はね、もう殺意の有無で決める、殺意の有無で決まるんだということだけ押さえて、この立場で処理すれば答えできてたんですけど、今回の平成30年の司法試験はやっぱり両方の見解ですね、結構深く聞かれてますので、多角的にね、もう論点ピンポイントなんですよ、そこのところね、この今回の不作為で人死んじゃった事案で、死にきってないから、あれか、殺人未遂な、まあ、不作為の殺人未遂なのか、それとも保護責任者遺棄致傷なのかどうかね、まあ、そういうところの違いのところでね、ここのところをもっと深く掘り下げて聞くような問題になってたんで、こういう理解が必要ね。で、ちなみに客観面の違いをね、43ページの一番下のブロックのところまとめておきました。メモってとこですね。不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪のどちらが成立するかが問題となる場合に、両罪の、ね、区別をまあどうするのかって話ですね。で、客観面で区別するっていう見解はね、最後の段落のとこですね。作為義務と保護義務とが異なるっていう見解もあります。その根拠としては次のことが挙げられると。保護する責任、これ保護責任者遺棄致死罪の方ですけど、保護する責任とは保護責任者遺棄罪の主体となり得る身分を表すものに対してね、これ条文上の根拠なんですよね。不作為の殺人罪ってさ、作為義務って条文に何も書いてないじゃないですか。あれ解釈でやってるんですけど、保護責任者遺棄罪の方の保護義務、保護する責任っていうのはまず明文にあるんですよ。というわけで、保護する責任とは保護責任者遺棄致死罪の主体となり得る身分を表すものであるに対して、このね、作為義務、殺人罪の作為義務は結果発生の危険性や作為との同化性、要はピストルやナイフで人を殺すのと同じぐらい、まあ、危険な不作為をしているかどうかってことをね、そういうことを判断するようなものなんだ、それを基礎づけるものなので、まあ、保護責任と作為義務は異なるんだと。あとまたこれもう一つ別の理由なんですけど、殺人罪は生命に対する侵害犯であるのに対して、保護責任者遺棄罪はね、まあ、致傷罪も含んで生命に対する抽象的危険犯にとどまるためね、やっぱその客観的な危険性の程度で違いが出てくるんじゃないかって話なんですよね。侵害犯とやっぱ抽象的危険犯っていうところで、単にね、行為の有無のところじゃなくて主観面でも影響してくるんじゃないかっていうような指摘がされてますね。というので、こういうところの理解をまあ踏まえてね、こう検討させるのが今回の取材の人だったのかと思います。なので、まあ、同じ論点は出ないから、来年はね、だから、まあ、あまりこう内容面のところ深く踏み込んでもしょうがないんだけど、要は今度の試験に皆さんがね、対応できるためには、今、インプット、まあ、刑法をやっているようなことを手は範囲広げなくていいからね、とにかくこう深く、まあ、理解を、ね、するように。なんでこの今までさ、丸暗記してた、例えば不審者不作為違反の成立要件とか、ね、丸暗記してると思うんだけど、それがなんでああいう要件がいるのかどうか、ああいう要素がいるのかどうか、で、各要素の相互間の関係でどうなっているのかどうか、まあ、そういうところを、ね、ちゃんとちょっと見つめ直していかないと今後の問題に対応できないのかなと思いますね。ちなみにちょっとじゃあ出題形式だけ確認しましょうか。問題文の方の冊子の30ページの方なんですけどね、まあ、刑法は先ほどご紹介、ちょっと口で言った通りね、今までと違って設問形式になってます。大きくこうね、事例1、事例2、事例3、事例、大きくね、まあ、3つこう事実関係を出して独立した問題にほぼ、まあ、してるような感じになってますね。で、特にね、事例にはね、実質的に配点がすごく高かったんじゃないかと思われるんですよ。それがこの問題文冊子の31ページのところですけど、真ん中よりちょっと下のところに設問2ってありますよね。これこんな感じになってます。事例2における項の在籍については以下の括弧1括弧2に言及しつつ論じなさいってことで、まあ、不作為で殺人なのか保護責任者遺棄致死なんかを要は聞かれてるんですけど、このね、括弧1と括弧2に言及しつつ、まあ、項の在籍を論じないといけないんで、このね、誘導がかかってくるんですよね。で、この括弧1、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか。これ仮に皆さんが保護責任者遺棄致傷にとどまるというふうに思ったとしても、まず殺人未遂が成立するって立場からにもう触れなければいけないんですよ、この江さんの在籍論じるにあたってね。だから自分があらかじめ決めた見解だけで書けるとは限らないようになってます。それから括弧に保護責任者遺棄等罪、同致傷罪も含むにとどまるとの立場からは、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場に対しどのような反応が考えられるか。で、こういうことに触れつつ、最終的にこれ忘れちゃいけないのは、項の在籍を皆さんがどういうふうに結論付けるのかということを聞かれてますからね。これは独立した証文じゃないからね、証文括弧1についてとか証文括弧2について言ったらそれはアウトですよ。取材形式はそうじゃなくて、何を聞いてるかって言ったら、やっぱ項の在籍を皆さんがどう考えるかってことを聞いてます。
でその、ね、ことを論じる際にカッコ1とカッコ2に言及しつつ、まあ、論じなさいということになってます。なんでこんな感じでやられちゃってるんで、今後ねもうなんか論点以降もう書き方決めてなんとかなるっていうわけじゃないからね。さっきみたいに、保護責任者遺棄と殺人ね、殺意の有無で決める、まあ今まではそれでよかったんですよ、それでもうそれ前提に書いておけばよかったんだけど、今後はそうはいかないということになってますね。というわけで、インプットの幅を広げずに今やっていってください。さてじゃあ最後、係争法ですね。係争法はね、いつもと同じように捜査の問題と、あと設問にで証拠法が出るんだけど、今回やっぱ伝聞証拠ね、結構出題頻度が高いところで、伝聞証拠のまあ問題が出ております。で特に伝聞証拠のところはすごく出題頻度がね、司法試験の世界では高いんですよ。ほぼほぼもう毎年、まあ、去年はたまたま、伝聞証拠が直接出ないで328条の証明力を争う証拠って形でまあ出てたんですけど、基本ほぼね毎年出てるような大事な分野で、受験生もとても気になるところで、で来年以降また出る可能性があると思いますので、ケースはね、ちょっと伝聞証拠の考え方をしっかりとね、ちょっと問題文解けるようにお話ししていこうかなっていうふうに思うんですよね。でそうするとね、出題の趣旨としては46ページのところで刑事訴訟法っていうのがあります。まあ捜査のところはね、ちょっとこう私が大事なところをちょっと線引いたりとか二字に、まあしておいたんでね、後で余裕があるときに見てもらえればと思うんですけど、まあ、今回このね、特に皆さんが気になる伝聞証拠、そこをちょっと中心にご説明したいと思ってます。でしたらね、出題の趣旨はこのまま開けといてもらって、ちょっとね問題文で伝聞証拠の具体的な中身をちょっと見ていきましょう。37ページ、まあ、これちょっとあれかな、問題文の事実関係も軽く見ていきましょうかね。34ページ見ていきましょうか。34ページの、縦位置のところです。なんかね、本当は家のね建物、まあそのね屋根のね金具を修理する必要もないのに、それがね修理する必要があるんだっていうふうに嘘をついて、でその修理代名目で100万円騙し取ったんですよ。そういう悪徳のね、まあ、業者さんが出てきて、そういう詐欺の、まあ、事件になります。で、縦位置のとこですけど、平成30年1月10日午前10時頃 A 公務店のものとなる男がね、まあ細かい日付とかちょっとこうどこどこかだっていうのはまあ省略して、まあ、V ね、被害者の70歳の女性に対し無料で V 型の修繕箇所の有無を点検する旨申し向け、V の了解を得て、ね、V 型を点検してます。でこれね、必要ないのにね100万円で修理してあげますよってことで嘘ついてね、で100万円騙し取っちゃったんですよね。まあ、工事終わりましたからみたいな感じで100万円騙し取りました。でそんな中で次の2段落目見てください。縦1の2段落目、伝聞証拠の検討がね求められているものが2つあるんですけど、資料1と資料2があるんですけど、まず1個目、本件領収書の記載内容は資料1の通りであると。印の部分にはね、印鑑のその印の部分には A 公務店の代表者として河野苗字が記され認め印が押されているほかは全てプリンターで印字されたものであったと。でこれをね、この後でこの人捕まって起訴されるんですけど、この詐欺事件の、ね証拠との関係で、特に伝聞法則との関係でどういう、問題が出てくるのかって話で、資料1見てみましょう。領収書37ページにあります。領収書 V 様、これ被害者ね、 V ビクティム、V 様で金額書いてありますね。領収書って見出しがあって、金額100万円、ただし屋根の工事代金として上記領収しましたということ で代表者甲の、ね名前で名義で作られています。だから甲さんとしては、まあ、とにかく100万円を受け取ったんだということを、ねまあ、供述して、それがまあ記載されているということになってきます。でまず領収書から検討していくとね、今度35ページの設問の結論の方にちょっと言ってもらいたいんですけど、35ページの設問2の縦位置で、河川部丸三の本件メモの証拠能力について立証趣旨を踏まえ、具体的事実をね適時しつつ論じなさい。そして今度縦2のところで、河川部丸四の本件領収書の、証拠能力についてね、立証趣旨を踏まえて、立証上の使用方法を複数想定し、具体的事実を適時しつつ論じなさい。ただし本件領収書の作成者がこうであり、本件領収書がこうから V に交付されたものであることは認定できるということね。でこの領収書にはさ、結局この詐欺の被告人本人の供述が書かれてるんですよ。100万円受け取りましたと、工事代金として100万円受け取りましたということがまあ書かれている、まあ、そういう文書だというところをまずここで読み取ってほしいのね。と同時に、ここのところで伝聞法則考えるときにね、49ページもう一つの冊子の49ページを見てもらいたいんですよ。これちょっと基本知識が入ってないとね、ちょっと適正な処理ができないと思いますので、49ページのところを見ていきましょう。でまずある証拠が伝聞証拠に当たるかどうかっていうのは、伝聞証拠の定義を規範にします。ですのでね、伝聞証拠の定義を規範として出してあげてください。そうすると49ページの縦1の3つ目のブロックと4つ目のブロック、まあこれ異なる見解2つの説なんですけど、これどっちでもいいです。まず形式ですね。伝聞証拠とは公判期日における供述に代わる書面、または公判期日外における他の者の供述を内容とする供述のうち、ポイントは要証事実ですね。まあ要証事実の関係で供述内容の真実性が問題
題となるものですね。で次、実施施設、これちょっとあれだな、太字にするところ間違えたな、こっちもね、要証事実のところを太字にしておいてください、伝聞証拠とは裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠であって、要証事実との関係で、その供述の内容の真実性が問題となるものね、で、形式図実施施設も皆さんこれ自分で決めてると思うのでね、このさすがにこのね、分析会に来てる人は決めてると思うから、どっちでもいいですから、ここのところね、いずれにしろ、要証事実の関係で、内容の真実性が問題となるものが伝聞証拠になるわけですね。公判定外の供述、簡単に言えばね、公判定外の供述で、要証事実との関係で、内容の真実性が問題となるもの、それが伝聞証拠になります。で、要証事実というのはこの下のところにありますけど、当該証拠によって直接証明されるべき、事実のことを言いますね。で、たまに問題文に、本件もそうなんですけど、立証趣旨という言葉が出てきますよね。それが49ページの一番下のところですね。立証趣旨っていうのはね、証拠調べ請求の際に証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示したものになってきます。証拠調べ請求をする人がね、立証趣旨を示して証拠調べ請求しないといけないんで、それで出すことがあります。で、厳密に言うとね、要証事実と立証趣旨の定義って今言った通り、違うんだけど、実際の司法試験の問題文を見てると、なんか立証趣旨が示されているときは、なんかそのまま要証事実に使っちゃっても、なんか不都合がないような事案が出ることが少なくありません。ただし、たまにね、証拠調べ請求者が言ってるような立証趣旨と違うよう なんか要証事実が設定される時があるんで、それはケースバイケースで臨機応変に考えていきますね。で、それなんでそういうことをやるかというとさ、伝聞証拠の定義なんですよ。結局ある証拠が伝聞証拠に当たるかどうかっていうのは、要証事実との関係でほら相対的に決まるわけじゃないですか。だからそういう意味で、その証拠の要証事実って何なのかなって、一個一個見てね、決めなければいけないんで、そういう点でね、判断するってことになってきます。で、今度50ページの方になりますね。問題文に立証趣旨が明示されている場合の要証事実の設定の仕方なんですけれども、基本的にはね、刑事訴訟法は、日本の刑事訴訟法は当事者主義的な訴訟構造を取ってるんで、やっぱ証拠調べ請求権者の方でね、立証趣旨を示して証拠調べ請求してるんであれば、よほどね、その証拠の内容が立証趣旨とはあまりにも不整合がない限りは、基本的には立証趣旨を踏まえてですね、要証事実を設定してあげます。つまりその当該証拠からね、証明されるべき事実というのが何なのかってことを設定してあげますね。で、それであとは内容の真実性が問題となるかで、伝聞か伝聞じゃないかっていうことが決まってきますね。ただ、ただし書きのところですけど、あまりにもね、ちょっとこの立証趣旨と証拠の内容が違いすぎちゃうときは、裁判所の方でね、真の要証事実を見ないで、で、それとの関係で内容の真実性が問題となるかどうかってことで、伝聞に当たるかどうかっていうのをやりますね。あとはね、その2個目のブロックですけど、立証趣旨がないときは、その当該事案の争点とか立証の狙いとかをね、事案全体見抜いて、で、その証拠から何が立証されるべきなのかっていうのを自分で考えていきます。で、それを前提に、じゃあ今回このね、領収書だけちょっとやっていきましょう。ちなみに資料2の方は簡単です。これ普通に被害者の方がこういうふうに騙されて金取られましたってことが書いてあるだけなんで、典型的に伝聞証拠なんで、資料2の方は難しくないんで、こちらちょっと割愛してね、資料1の方をやっていきますけど、この領収書2つのね、ちょっと要証事実の設定が可能になってきます。で、それが35ページのちょっと問題文見てもらいたいんですけども、縦語のね、ところで2段落目ですね。Q は本件領収書、今ねこの領収書を見てもらいたいんですけど、本件領収書の印影とその認め印、その犯人の家から押収されたね、認め印の印影が、合致する鑑定書、それから領収書から検出された指紋と、甲の指紋が合致する旨の捜査報告書、こんなのが出てきました。で、そんな中で次の行で、とりあえず本件も置いていきましょう。これ普通にでもう典型的な伝聞証拠なんでね、被害者の方が思い出してこういうふうに騙されて金取られたって言ってるだけなんで、典型的な伝聞なんで、領収書を見ていきますけど、4の本件領収書の取り調べを、検察官の方がやりました。で、領収書の立証趣旨がその2行の下のところなんですけど、本件領収書の立証趣旨については、甲が平成30年1月10日 V から屋根裏工事代金として100万円受け取ったことだと述べたと。で、証拠の内容を見てさ、この立証趣旨と照らしてね、証拠の内容を見たときに、別に立証趣旨不合理じゃないですよね。だからまずはここの立証趣旨にある通り、甲が30年1月1日 V から、工事代金として100万円受け取った事実、これが要証事実になってくるということになります。で、それを、37ページの領収書で立証しようとしたときにさ、確かにほら、その甲の言葉で工事代金として100万円領収しましたってこと書いてありますよね。この証拠から本当に甲が、100万円を工事代金として受け取ったってことを立証するには、やっぱこの内容が真実じゃなければいけないんですよね。これが真実じゃないのに、この証拠から、甲が、100万円工事代金として受け取ったことを立証しちゃいけないはずですから、この要証事実の関係では内容の真実性が問題になるんですよ。だから伝聞証拠になってきますね。で、あとは伝聞例外の検討ですけど、これ被告人自身の供述書になるんで、322条の任意性ね、それを検討していくことになってきます。で、あともう一つね、要証事実が設定で
できます。それがこの領収書にはさっきの問題文にあった通り、この犯人の、被告人の指紋がついてるっていうのと、被告人の事務所から押収された認め印の印影とこの領収書にくっついてる、ね、印影、これが整合するというところになってくるんですよ。でそういうところから考えていくと、この別にね、本当にこの被告人が工事代金として100万円を受け取ったっていうことを直接ここから立証しなくても、この領収書が存在するっていうこと自体を立証できれば、そこからどんな事実が推認されますかっていうと、被告人のこういう100万円を受け取ったっていうことが書かれている領収書に被告人の指紋がついてて、しかも被告人の事務所から押収されたそのね、認め印の印影とこの領収書に押されている印影が一致するっていうことになったら、こういう領収書の存在自体から、あ、被告人はなんか100万円を受け取ったんじゃないかなってことが推認できるんじゃないかと思うんですよね。でこの時さっき要証事実って何ですかって言ったら、その当該証拠から直接証明されるべき事実って言いましたよね。今の推認過程を経ておくと、まずはこの領収書から直接証明できる事実っていうのは、この領収書の存在自体なんですよ。こういう被告人の指紋やその一致する認め印が押されている、そういう領収書の存在自体、そこがこの証拠から直接証明されるべき事実ということで、これが要証事実の一つになってきます。なので、それをじゃあ立証するにはこの真実性が問題になるかって言ったら、真実性問題にしなくていいんでね、その物そのもの自体が、そのね、要証事実になってるんで、そういう観点からすると伝聞にならないんだってことになってきますね。でこの発想はね、過去問で品質なんですよ。27年の司法試験もやっぱこういう共謀共同正犯のね、共謀の事実を立証するためにこういうメモが出てきたんだけど、なんかね、犯人のこの犯行否認してる、俺は共謀してないよってことを言ってる人の指紋がくっついてたやつがあるんだけど、それやっぱこういう形、そのメモの存在自体から、そのね、共謀の事実を推認していくっていうようなことをやりましたね。まあ、直接的にまずこのメモから立証できない、やっぱそのメモの存在なんですよ。こういう状態のメモが存在すること自体ということで、まあ、要は物証扱いですね、をしてます。でそれを最後じゃあまとめますと、私のテキストね、51ページのとこですけど、これも私の即身インプット講座のね、刑事訴訟法の今年のテキストから抜粋してきているものなんですけど、51ページでこういう人の供述が書かれた証拠に関しては、要証事実次第で3つのものに分けることができます。それがまず丸1、典型的には伝聞ね、まあ、さっきの資料になんか典型的に伝聞、あとさっきの領収書もその当初の、ね、要証事実、直接その V が100万工事代金として受け取ったということを要証事実すると伝聞になってきます。さっき言った通りね、それとこの非伝聞、それから、供述証拠の非供述的用法っていうのがあるんだけど、広く言うとね、この丸2と丸3を非伝聞という人もいるんですよ。で今回 の, 司法試験の出題主は多分丸2と丸3まとめて多分非伝聞って言ってるような感じがするんで、まあ、それ別にどっちが間違いっていうわけじゃないんでね、まあ、要証事実を本当に厳密に分析しようとすると、まあ非伝聞をね、丸2と丸3で分けることができるんです。で今回 の, 今の領収書の2個目の要証事実は、この丸3のね、供述証拠の非供述的用法ということで、物の存在自体をね、直接、まあ、要証事実にするパターンということになってきますね。でこれはぜひ復習してほしいんだけど、司法試験の平成27年の共謀共同正犯のね、共謀のメモで、そこにその共謀を否認してるね、一番トップの人の指紋がついてる、まあ、メモがあるんですけど、そこが伝聞証拠になるかどうかっていうことを考えるのと全く同じ発想してますので、まあ、ぜひ、そちらの方も合わせて復習しておいてもらえればと思いますね。じゃあすいません、ちょっと時間過ぎちゃったんですけども、こちらで分析会の方は終わりにいたします。